ドミさんこんにちは。二千二十合格基礎講座民法第一回目の講義を始めてまいります。担当いたしますはレ歴千人講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はいそれではですね講義を始めてまいります。で今ちょっとですねあの今花粉症がちょっとひどくてねちょっとこんな鼻声ですけども一生懸命ね喋りますのでで、ね、ぜひご容赦いただければと思います。 じゃあ入っていきましょうでまず最初にですね使用する教材を確認したいと思います。まずこちらね2020合格基礎テキストね、こちらをご用意ください。で基本的にはこの合格基礎テキストを使ってこのね全18回の講義を行ってまいります。ね、多少前後する場合もありますけど基本的にページに従って、ね、見ていきますので、ね、ぜひこの合格基礎テキストは必ずご用意ください。いいですね であと合わせてこちらですね「公かけ民法」さらにはこの条文集ですね民法条文集、ね、こちらもできるだけご用意ください、ね、一応ベースは今申しましたように合格基礎テキストをベースにね講義を行ってきますけど適宜ですね適宜必要に応じて公かけ民法ですねこれも解説していきます。 ね、ちょっと時間的な制約があるんでねなかなか公家,家民法ね全部ってわけはいきませんけど時間の許す限りこの公家,家民法についてもね皆さんにご説明してまいります。あとね一応この合格基礎テキスト内に条文も上がってるんですけど、ね、この条文集使う場合もありますので、ね、ちょっとね3冊こんな感じで、ね、ちょっと用意するの面倒かもしれませんけどできるだけこの3冊ですねご用意いただければと思いますよろししくお願いいたします。 でこの3冊使って、ね、皆さんが民法の合格答案を書けるようにしっかりと基本的な知識、ね、そして基本的な理解を得られるように一生懸命ね私の方であのお話をしていきますんで是非よろしくお願いいたします。でねちょっと先にですねあの最近ちょこちょこね教えてチューター等でご質問いただくんですけど改正民法ですね。 改正民法についてちょこちょこご質問いただきますのでまずちょっと冒頭でこの点についてお話をしておきたいと思います結構気にしてらねいらっしゃる方も少なくないんじゃないかなと思いますで公家計民法ちょっとご用意くださいねちょっと公家計民法の方にですね私の方からちょっとねあの乗っけておきましたんでねちょっと公家計をご覧いただきたいんですねで公家計民法のこちらですねよいしょ 70ページですねちょっと開けてください広角民法これねこれですよ広角民法ねこれの70ページです開けてみてくださいでコラムですねコラムってこれ本当にちょっとねなんかお茶飲むような感じでね本当にこのコラムもね広角民法を使うときちょこちょことね見ていただくといい息抜きになろうかと思いますんでね,ねこういうコラムちょっとご覧くださいで改正民法についてということで 私の方からね。一応お載せしましたんで、これちょっとね。1回見ときます。で、2017年ですね。2017年に債権ね。この後見ていきますけどね。民法の一部分です。民法の中の一部分である債権の分野を中心とする改正民法が国会で可決成立してで交付もされましたね。で、今回のこの債権の改正ですね。これは約120年ぶりと言われるほどの大改正です。 大改正ちょこちょこ改正はあったんですけど今回の改正はまさに大改正です。でこの債権の分野だけじゃなくてこの総則って言われる分野もあるんですねこれもこの後見ていきます。ね、維持表示だとか代理だとかあるいは実行だとかねこの分野も影響を受けている極めて重大かつ広範囲な改正というふうに言われています。で当然受験生の皆さんとしてもねいつから試験で出んのかな鑑定試験で出題されるのいつかなね、当然ね皆さんも、ね、気になって ね気にしてらっしゃることだろうと思います。で結論申しますとね法務省の発表では改正民法ですねの施行ですまだ施行されてないんですよ公ファされてるけどまだ施行されてませんいいですねで施行が2020年の4月1日っていうふうに言われてますあの法務省の発表ですね法務省の発表ではねで鑑定審試験でそうするとねこの改正民法が被災されるのは早くとも 2021年ね、この施行された4月ねされた日の年の翌年ですね2021年からということになりますんで、ね、ちょっとこれ軽く頭入れといてください、ね、結構気にしてらっしゃる方も少なくないかと思います。ね、で実は鑑定士試験の場合ねご存知の方も多いと思うんですけども本試験が行われる年の前年の9月1日に施行されている法令が翌年の 官定試の本試験の試題配に入るんですよ。ね。したがってね、さっき上で見ましたように施工が2020年の4月1日となりますとね。これ結局出るのは翌年からと。で官定試と前ちょっと他の国家試験とはちょっと違うんですね。他の国家試験よりも基本的にちょっと1年遅れるそんなイメージですね。いいですね。でしたがって2020年まではね現行民法です現行民法この今のね。 ご覧い,ただいているこの高画格民法もそしてこれから使う合格基礎テキストも現行民法で作ってますんで、ね、当面は2020年までは現行民法で被災されますので、ね、とりあえずは、ね、気にする必要はありませんよこれが結論です。ね、でも2021年からは、ね、改正民法で被災されますんで、ね、ちょっとその辺は頭の片隅に留めておいてください。でまたさらににですね続けて年は 相続法っていわれる分野も民法の中にあるんですよ。相続法。ね、ご存じの方もいらっしゃるかと思います。この分野も実は改正されました。もう国会で可決成立され、しました。で、交付もされてます。で、こちらにつきましてはね、法務省の発表では、2019年1月13日施行。ね、もうすでに、まあこ,の収録ね、この講義を収録している時点でもうすでに施行されている条文もあります。また2019年の7月1日 施工、ね、まだこの収録してる時点ではまだ施行されてないこういう条文さらには2020年ですね4月1日施行の条文ってことで条文によって施行日が実はこの今回の相続法の改正なんですけど分かれてるんですよ。でなんか法務省の説明ではねこうやって段階的に施行するそうです。まあいろんなねあの世の中のいろんな実情を踏まえてね一期じゃなくてこれ段階を踏んで施行するそういうことらしいんですね。 で2019年7月1日ですね先ほどで見ましたけどこれが一応原則的な施行日でね大部分がこの7月1日の施行ということになってるそうです。ね、で鑑定士試験との関係で申しますとねもともと鑑定士試験の民法ってこの後見ていきますけどいわゆる財産法の分野が柱なんですよ。相続物件債権、ね、さっきねこの相続とか物件上の方でもねちょっとお話ししましたけど、ね、この債権あと相続意思表示代理事項だとか。 こちらがメインなんですよ。鑑定士試験で出定される民法っていうのは、財産法って呼んでますけど。したがって、この相続法ですね。これ、いわゆる家族法って言われてます。家族法。ね。親族、相続。こういうのを含めて家族法って言われてるんですね。またこの後見ていきます。ね。で、これは、本当にね、あの、ごく限られた範囲でしか、鑑定士の、ね、民法で問われないんですよ。一応ここに書きましたけど、財産法と関連するごく限られた範囲でのみ、ね、今までも試験で問われているに過ぎないんですよ。 そそしてその財産法と関連するごく限られた範囲でのみ問われる条文896条だとか909条だとかあるいは939条だとかこ,れこういう条文がありますけどこれは実は今回のこののこ相続法の改正では影響を受けてません。だから条文の変更がないんですよ。したがって結論申しますと今回の相続法の改正についてはね鑑定終始権を受けられる皆さんねといたしましては気にする必要ありませんよということです。 いいですねですからねもう相続法に関してはもう心配する必要ないんでねとにかく安心して勉強を始めてください。でさっき上でご覧いただきましたけど債権につきましてはね債権につきましては2021年からねこれ出ますけどもでもとりあえず皆さんは2020年の合格を目指して頑張ってください。いいですね。ねもうずっと先のことを考えるよりもねとりあえず目の前の目標をね達成できるように頑張ってみていきましょう。ね ちちょこちょここね改正民法についてもご質問いただきますのでまず冒頭でお話をいたしました。であとちょっとねもう早速合格基礎テキストの中身ちょっと見ていきたいんですけども今度こ,こちらねちょっといろいろテキストがねいくつもあって大変ですけど今度こちらご用意ください合格基礎テキストです。で端書きとかねあとちょっとその裏ですね見ていただきたいんですけど本書の特徴だとかこれは適宜ねまたご自分でねざっと目を通していただければよろしいかなと思います。 あと目次が続きます。ずっと続くんですけども、その目次が終わった後ですね、こちらちょっと開けてください、ね。一応こんな感じでページが振ってありますね。これ8ページ。ね、ちょっと見てください。こちら民法一般について、こっからちょっとね見てまいりたいと思います。ちょっとこちら開けてください。よいしょちょっとちょっとちっちゃくしましょうかね。これぐらいが見やすいかな。 でまず民法法ってどんな法律な律のこ、ね、ここにざーっと挙げてありますこれもね基本皆さんね勉強の合間とかねその時にざーっとね見ていただいてそれで OK ですからねで一応ちょっと簡単にね触れておきますとこの民法ですけども一般市民ねこれは私たち一人一人国民です一人一人の国民を指します、ね、私たち国民を、まあ、一般市民っていう形で民法の場合ねこうやって言うんですけども一般市民 ね、の間で起こる身近な問題、まあ、ト,ラブルですトラブル。ですトラブルこういう一般市民間で起こるこういうトラブルを解決するための法律ですよということで、ね、例としてここに挙がってますけども A が B に騙されて土地をね買ってお金払っちゃった代金払っちゃったで A はこの契約をね取り消して代金を取り戻すことができるかこんな場合に登場するのが民法ですよあるいはね、まあ、これは本当にあたかもなんかちょっとこう試験チックな事例ですけども私たちが普段ね まあ生活しててもね、こういうまあ似たようなトラブルっていくらでもありますよね。例えば家を買ったら床下が白蟻に食われてた。ね、これいわゆる売買の貸し担保責任って問題になるんですけども、ね、あるいは大工さんに頼んで家を建ててもらったら家が傾いてたとか。ね、床の上になんかねビー玉を置くとゴロゴロゴロっと転がっていっちゃう。明らかに傾いてる。この時どうすんのとか。ね、こんなケースですね。もういくらでもあります。 いくらでもあります、ね、こういう場合にこの民法っていうものがねこのトラブルを解決してくれると、ね、そういう法律です。でちょっと大きくしますよさっきね一般市民私たち国民一人一人ですよって言いましたけどねこれ市民の民、ね、市民の民の民です民市民法っていう言い方もね昔よく言われましたけどねこの民っていう字の取って頭ですねこれ民法と。 ね、一般市民を起立する法律だから民法、ね、こういうことだからまあ市民法私たち国民一人一人の、ね、間で起こるそういう身近なトラブルを解決する法律ですよちょっと軽くイメージを押さえておいてください、ね、この後具体的にいろんな事例見ていくと、ね、さらに民法に対するイメージが深まると思いますんで、ね、あとはざっとご覧いただければ OK ですいいですねであとちょっと続けてこのページの下ですでこちらに ね、皆さんが受験なさる鑑定士試験の民法の特徴、ね、一応ざっとこんな形で4項目の、ね、っけときました4つですね特徴でまず1つ目が2問出ますこれはもうね他のあの民法、ね、だけじゃなくて経済会計、ね、とかも同じですね経済会計同じ,同じようにそれぞれ2問ずつ出るよということで、ね、民法も2問出ますともに事例問題で出ます、ね、事例っていううのはさっき上で見たように こういう A が B に騙されてとかそういうやつです。で、ちょっと気になるなって方ですね。ちょっと実際どんな問題出てんの気になる方はね少なくないと思うんですよ。一応このテキストにもねあの本試験問題に載っけてありますんでちょっとね開けてください。この合格基礎テキストの巻末です。巻末一番お尻ですねにえっ、ー、とねページでいきますと三百七十三ページです。おっしゃ。こちら巻末付録ってことで三百七十三ページですね。 こちらページにですすねこここれ開けけててくださいここに載っけてありますでちなみにこの間末付録に載っけてある問題これ直近です直近の平成30年従いまして、えー、と2018年ですね2018年の第2問目、ね、の問題です本試験問題、ね、こんな形で A は高土地およびそれに隣接するオス土地を所有しておりとも、ね、に A 名義での、えー、と所有権統括はなされていると。 以上の事実を前提として次の質問一及び二のそれぞれに答えなさいとねでこんな形でずっと続いててで下ご覧いただきますと問題文の下に最近ですねもうここずっとこの問題をね回答する上でねその関連するあるいは必要になるそういう条文を参考条文の形で載っけてくれてるんですよ昔はねこの参考条文も上がってないこの事例だけだったんですよ。 ですからある程度ね受験生の方で条文まで頭に詰め込まないと答案書けなかったそういうねもう本当に厳しい時代もあったんですけど今はね国交省がねもう短期合格を可能とする試験問題の見直しっていうのを発表してねもう民法でもね1問目2問目ともにこういう参考条文をね掲載してくれるっていうのがすっかり定着してます。ちょっとと裏のページご覧ください。こんな感じで。です96条ねあと条、条。文す。あ あとと条だとかでこれがまたねおいおいお話ししますけどこの答案書く時の逆に言うとヒントになるんですよヒントになる、ね、この事例問題の論点は何かなって考える時に条文を見てあこの条文が上がってんだったらあの論点かなとか、ね、合格答案書く時の大きなヒントにもなりますんで、ね、またおいおいお話をしていきます。であと下にずっとねこのレックの方で私の方で書いたねこのいわゆる参考答案が上がってます。ちょっとこれ分量的に結構ね ずーっと結構ね後ろまで376で最後377ページまでずーっとで最後「以上」ってことかですねほど終わってますけど結構両んじゃないの、ね、まあこれはね正直言うと何ていうんですかねまあ完全解です完全っていうのはパーフェクト完全な解答完全解っていいますけど一応ここまで書けばほぼほぼまあ満点近いねそういう点数が 本,本番でつくよね。そういうま答、あ、案というふうにまあ、ご理解ください。実際にはもちろんここまで書く必要はないんですよ。また書ける受験生いません。絶対にいないだって。実際あの限られた2時間内でね。ここまで書ききるなんてのはもうまず無理ですね。当然他の科目もあるわけですから、そこまで必要はない。実際ね。またおいおい話しますけど、今ご覧いただいたこのレックのね。用意した完全解のそうですね。6割ぐらい60%ぐらいが書ければ十分。 合格点がつくと思ってください要するに十分合格できるそういうこといいですね,ねでちょっと戻りますよでまたテキストのねこちら最初の方を戻りくださいね事例問題出るよ今ご覧いただきました、ね、であとさっきもねちょっと申しましたけど次の2点目ですね民法全域からまんべんなく出るんじゃないよ財産法ですね早速特権 担保物件、債債権権総論、論、ね、こういうのもまた見てこの後見ていきますけど財産法って言います。であと3番目問題のレベルは高い、ね、が民法を苦手にする受験生は多く論文合格者の答案のレベルも高くないよまた最近はあたかもね大学の法学部の学部試験のような基本的な問題に変わってきてるよということでこれ特に最近のね 特徴ですね一応ねこの3番目特徴の3番目ですけど問題のレベルね正直言うとだいぶ下がってきてますかなり、まあ、優しいっていうとちょっと語弊あるかもしれませんけどかなり基本的な問題にね特にここ12年ですねここ12年20172018はねかなり基本的な問題に変わってきてますでもやっぱりね苦手にする人多いんですね民法多いですでねこれもちょっと申し上げておきますとえっとこれ詳しいデータね 当然国交省の方にあのホームページに上がってますんで詳しい数字はねまた改めてあの国交省の方での、ね、確認していただきたいんですけど2018年の論文本試験の民法ですねもちろん民法の,あの全受験生の平均点平均点100点満点で確か43.5ぐらいでしたかね43.5ぐらい。これね2018年って、まあ、昨年ですけどもみんなね 受験し終わった後、簡単でした、簡単でしたって言ってね、皆さん受験会場が出てこられた私まだその時受験会場にいたんですよ、初日ってことでね、あの皆さんが試験会場に入っていかれる時に握手したりね、激励したりするんで、試験終わった後問題をね、あのもらうっていうそういう段取りだったんで、私ずっと残ってたんですけど、民法が12時に終わって皆さん出てこられた。で、その時に皆さん行く道にね、先生民法簡単でしたとおっしゃってた。ところが蓋開けてみると、 全受験生の平均点が四十三点五ぐらいですね。四十三点五ぐらい。でしたね。ね。そんなもんですよ。で、二年前です。二年前の二千十七年。この年もかなり基本的な問題になって。この時は。やっぱり民法の平均点が四十八点五ぐらいでしたからね。ちょっと正確な数字ね。あのホームページでちょっと確認してもらいたいんですけど。ね。二千十七十八と。ね。やっぱりかなり基本的な問題になってて。ね。だけど。五十点以上になってないんですよ。平均点。 かるでしょうだからみんな口では優しいとか基本的だっていうけど実際そんなに取れてないってことこれが悲しいけど民法の現状ですやっぱりね当然ある意味当然なんだけど皆さん法律家になるわけじゃないんですよ、ね、だから法律だけ民法だけ専,、ね、専門的に勉強するわけじゃありませんので、まあ、この点ある意味致し方ないそういう面もありますやっぱり、ね、一応これは知っといてくださいレベルは大したことないな、ね、受験生のレベルは大したことないなでもなめちゃダメですよ舐めちゃダメいいですね 戻りますであとそうですね合格と合格者実際受かった方たちのねまあ答案ですね再現答案等を見せていただいてもねそんな大したこと書いてないです書いてないねあと学部の法学部の学部試験ってどんな問題ってでこれちょっと法学部のねあの出身の方だったらわかると思うんですけど、ね、そうじゃない方ちょっとピンとこないかもしれませんけども一つのねさっきもご覧いただきましたけど事例の中で論点を1個あるいは2個ぐらいしか聞かないそんなイメージです ですね、論点ってこの後見ていきますけどいわゆる争いがあるところですねそれについて自分はどういうふうに考えますか、ね、こういうのを論点って呼んでますけど一つの事例問題の中で1個かあるいは2個ぐらいしか聞いてこないそんな感じですこれがまあ法学部の学部試験の問題ですねもちろんね大学によって多少ねその辺の差はありますけど基本的にそんなイメージところが昔の民法って違ったんですよ一つの事例の中で3つも4つも論点を組み合わせて聞いてくる。 こんんな時代があったんですよずっと、ね、だからそれと比べても今は明らかに基本的な問題に変わってきたなとそういうことですいいですねで最後4番目これもさっきちょっと申し上げましたけどね六本の章は認められてませんただね問題文の下に最近はね関連条文、ね、関連する条文をねこれ乗っけてくれてるよってことでこれが最大のヒントになりますいいですね一応特徴でさらにねちょっと右のページご覧くださいこれも見ときます ここ対策です対策ねその鑑定士の民法の特徴は分かったとじゃあそれに対してこれから自分たちはどういう対策を講じて、ね、さらにはそれを実践していけばいいのかってことこれが大事です大事ですやっぱりねこの一種の方法論ですね方法論やっぱね国家試験の勉強にあっては方法論非常に重要です中にはね漢字の勉強やんないでね方法論ばっかりね模索する人もいますけどそれはちょっとね 本末転倒ですけどやっぱり、ね、方法論大事例えばね例えば合格が北海道にあるとしますただ当然皆さんは北海道行きの電車に乗らなきゃいけないなのにもし間違って九州行きの電車に乗っちゃったらどうなります永遠に合格できないってこといいですねで私たちレックはね皆さんにちゃんと北海道行きのね列車を場合によってはジェット機の人もいるんですよ一気に勉強して一気にねポンポンと 担当論文一発合格といってもね時々いらっしゃいますけどね別に全員が全員ジェット機である必要はありません、ね、一応列車で、ね、確実に皆さんが北海道に行けるように準備いたしますので、ね、もちろんその後は皆さんの努力にかかってますよ皆さんが一生懸命勉強を続ける、ね、もし途中で下車してしまったら、ね、その列車を降りてしまったら当然北海道にはたどり着けませんから最終的に皆さんの努力にね,ね結局かかってきますけど一応北海道行きの列車常に皆さんがね 北海道行きの列車に乗っているかどうか私たち講師がしっかりとサポートしますからぜひねレックを存分に活用してくださいですねちょっと見てきますでここね一応コメント印で書いておいたんですけどこの後皆さんが実際にねこの民法の勉強を始めた後もねもし勉強方法で悩んだらここ必ずねお読みになってみてくださいでまず丸 ① いきますよ講義をしっかり聞くね合格基礎講座ですね で合格基礎講座に限らず今後ね例えば当連が始まったら当連の解説講義も聞いてほしいんですよとにかく講義をしっかり聞く必ずねこれ皆さんにとってプラスになりますからねプラスになる話を講師がしますからねしっかり聞くってことで法律は独特の思考を要するのでこれやっぱり独特の考え方があるんですよ法律ってだから昔からねよく法律学っていうのは独学になじまないってよく言われてるんですよ講義を聞いた方がいいよね 授業を聞いた方がいいよ。昔からです。法律は独学になじまないって言われます。いいですね。で、テキストを自分で読んでよくわからなくてもね、講義を聞くと一発で理解できる。あるいはゼミでね、議論すると一発で理解できるっていうのが少なくないんですよ。一人で黙々と本を読むよりも授業を聞いたりね、あのゼミを組んでいろんな人の話を聞く方がね、理解はしやすいんですよ。で、そこでとまずは講義ね。 この合格、一番最初の合格基礎講座をしっかりと一通り聞いてください。で、その際注意してほしいのがね、多少わからない点が出てきてもね、当然出てきますよ。初めて勉強するんだから。そこでいちいち立ち止まらずにね、どんどん先に聞き進めてほしいんですよ。いいですね。なんでかというと、法律っていうのはね、全体が分かって初めてそのね、部分の本当の意味をわかるようにできてるんですよ。要するに、全体が有機的につながっているっていうこと。 これぜひね頭に入れといてくださいね例えばちょっとこう予約があるんでちょ図を描きますよピラミッドですで例えば今皆さんがねこの左隅この角を勉強しているとします民法のね民法の角を勉強しているとするで皆さんとしたこう角を勉強して分かった理解できたねもう自分のものになったと思っても実はね不十分であることが多いんですよ。 どういうことかというと、民法ってこのピラミッドになってて、全体が分かって初めてこの左隅の一箇所の本当の意味を分かるように全部つながっていることが多いんですよ。そういうこと。これがこの有機的にってうことなんですよ。だから自分としてはね、この隅っこだけ勉強してね、ね分かった気になるかもしれないけど不正確であることが多いの。だからまずは全体を抑えて、これが大事なんですよ。 法律を勉強するときはね民法に限らず他の法律も全てそうなんだけどまず全体像を頭に入れるのが一番いいのその上でね部分部分の、ね、理解を深めていくこういう順序ですこれが一番法律を勉強するときにね大事なポイントになっていくんですよ。でねこの当然これから新しくね皆さん勉強を始められるわけだからわからないところが出てきます。でそののとは、ね、当然あの皆,さんに、ね、ご皆さんご存知の教えてチュータータですねあのレックが、ね あの取っててていいるるわゆるインターネットの質問制度ですね教えてチューターこれどんどんん利用してくださいただね一点だけちょっと申し上げておきたいのが例年ねこの合格基礎講座全部をまだ聞き終わってないのにね例えば私今3回目まで聞きましたけど3回目の子は分かりませんとかあるいはまだ全部聞き終わってなくてね今5回目なんですけども5回目の子か分かりませんとかそういう方が毎年ちょこちょこいらっしゃるんですよ。 で私そういう方にね必ず申し上げるのがとりあえず全部聞いてみてくださいと、ね、今申し上げた通りです理由は全体が分かって初めてその一括の、ね、理解もできるようになってますよってことなんですよ。いいですねまた全体を見るとね全体をやってね一通りこり見渡すとあ今自分がね気にしたところは実はあんまり大したことないなってそう,いそういうことに気が付くってことも結構多々あるんですよ。そういういことだからとにかくまずは全体像ですね押さえてほしい。 その意味でででととりあえず最初ザーッと全18回は聞いいいいててみてくださすいいすね一一個一個立ち止まったらダメですよもう途中でなんかだんだん勉強のやる気もあのそがれちゃうと思いますからまずは一通りザーッと聞いてその上で分からないところは適宜ね例えばねこんな形でねクエスチョンつけていったらいいですよテキストこの後、ね、あとね当然中身勉強してきますけど分からないとかあったらこうやってねあとでできれば消せるように、ね、鉛筆で シャーペンでこういうペンだとね後で消さなくなっちゃうからねこうどんどん文章を読んでいくでしょ分かんなかったら適宜こうやってクエスチョンつけておくといいですよ。ね、でとりあえずそんな形で全18回聞いてみて、ね、また当然最初の方に戻ってもう一回当然それは勉強やってください一回で終わりってことは絶対ありえないから、ね、特に民法の場合ねこれね一気にこれは無理です一気に頂上まで全部理解しちゃったら絶対無理です。法律ってて螺旋状にでできてるんですよ こんな感じこうやってぐるぐるぐるっとね全体やりながら徐々に理解も深まり知識も定着して最終的にこうなんとかねものにしたなある程度分かってきたな、ね、そういうふうにできてますから法律って一気にこうジェット機みたいにブーッとね頂上まで、ね、理解しちゃうっていうのはまずできません。法律がさっき言ったようにねこれ全部つながる有機的につながってますんで。 ですからね、あんまり立ち止まらないで、とにかくクエスチョンをつけて、ね、全18回聞いちゃってください。これ大事なポイントですよ。ですね。で、続けます。で、そしてよく言えば、この講義ですね。さっきも言いましたけど、この合格基礎講座だけじゃなくて、今後ね、例えば当連の解説講義とかも含めてですけども、一回だけじゃなくて、複数回聞いてほしいです。もちろん皆さんが時間ないの知ってます。ね、お仕事をお持ちの方が大半だってこと。 ああるいははさらには他の科目もあってね民法にばっかり時間かけられないそんな事実は私もちろん十分知ってます。だけどやっぱりね1回だけだとねなかなかあの正確な理解って難しいと思います特に民法の場合ですね民法の場合だからあの1回はねじっくりとこう聞いていただきたいんですよできれば付けんに向かってでそれ以降はね例えば DVD、まあ、だったら車の中でも聞けますから運転しながらでもいいから。 そんな形で時間見つけてね2回目以降については別につけに向かわなくても、ね、あれ寝転がりながらでもいいですよちょっと疲れたなという時にちょっと耳から聞くような感じでも構いませんからとにかく何回となく聞くようにしてみてくださいまたそれができるのが通信の、まあ、メリットですから、ね、いいですね実際ね、まあ、うちから受かってた方たちですね論文です、ね。やっぱり講義をね本当驚くくらいね何回も聞いてる方が少なくないです。これは きちんと皆さんにお伝えしておきます。で、あと2番目いきますよ。あと民法の具体的なね、勉強の中身ですけども、対象は条文と論点です。論点。で、どういうこと？ね、条文っていうのはこの後見ていきますけど、意義、あと趣旨ね、どういうね、あの趣旨理由でその条文が定められたのかこういうのを趣旨って言います。意義ね、趣旨、あと要件効果これもこの後ね見ていきます。この4つにね、実は分けることができるんですよ。 こののの民法の一個一個の条文です4つにで、すつに答案中で条文をね正確に使いこなせる、ね、書けるようになるためにはこれら4つをしっかりと理解して覚えてなきゃいけないんですよ各条文ごとに意味ですね意義あと趣旨どういう趣旨で立法されてるのかな、ね、この条文を設けてるのかなあと要件効果これこの後見ていきます、ね、だから試験で重要な条文決して数多くないですそれは心配しなくていい。 ね、あの今民法が1,044条あと今さっきもお話ししましたけど相続法の改正でまた条文が増えて1,050条まで結構条文増えてますけどもね、まあ改,正まあ、改正はさっき言ったように気にしなくてもいいんですけど、まあ、それでも1,000条以上ね1,000以上の条文がありますけど全部について勉強するわけじゃありませんから全然心配しなくていい。もうちょっと言うとね鑑定士の民法で問われる分野ってかなり限られてますかなり限定されてますから。だから例えば、ねあの この後また勉強しますけど、この民法でいう物物ですね、まあ物ね簡略と物って書きますけど、あれ物物についてはね、動産と不動産に分解できる。これ皆さんわかるでしょう。ね、また民法の中でも詳しくで、ね、見ていきますけども、物についても動産と不動産に分解できる。不動産というのは土地建物、ね、動産というのはあの不動産以外のものなんですよ。車だとかね、あと腕時計、あと貴金属だとか。 こういうのを動産って言いますけど、鑑定士の民法で問われるほとんどが不動産です。動産についてはほとんど問われない。ある意味当たり前ですよね。不動産鑑定士ですからだからね。事例の中で問われるのもほとんどが土地建物です。そんな意味でね。やっぱり問われるね。あの試験で聞かれる分野ってかなり限定されるんでされるんで、当然それに伴って条文も制限されますから。だから全然心配しなくていいね。こちらいいですね。 で、の意義要件公開については合格基礎テキストに整理されているので、ぜひね、この後講義の中でもね、これを使って皆さんにお話していきますけど、皆さんの方でもぜひね、活用してください。で、あともう一個、この論点、先ほどね、申し上げてますけど、これはいわゆる学術上、争いのある点を論点って言います。もう名前のとりですよ。争う点、争う点。ね。ある大学の先生はね、英説を主張し、 ある大学の先生はね、B 説を主張している。そういう歌所です、ね、こういうのを論点と呼んでます。で、その論点をまとめた教材が光化学民法で170個の論点が整理されてますよっていうことで、ね、これもちょっと光化学ちょっと見ていただきますとね。うでしょこうかけ。光化ね。これ最初からちょっと見ていただきますと、ナンバー1ね。これ3ページです。で、ずっと見ていっていただきますと、一番終わりがうでしょう。296ページ。170。 170個こうやって論点が上がってますよ、ね、これいわゆる本当に学説争いがあるところですね争いがあるところ中にはね制度の説明だけの場所ね,あの論ねこの甲掛けの箇所もありますけど基本的にはねいわゆる争いがある、ね、学説上対立があったりとかそういうねいわゆる論点というものを乗っけてますんで,、ね、であとせっかくなんでちょっとこれ甲掛けについても触れときますとねこれ重要度が3段階で表示されてますもう C は眠っているでしょうやんなくていいいいですね でそれに対して例えばねこれなんかそうですね56番、えー、と115ページですけどこれダブル A これ一番重要ですダブル A 絶対しっかりやるねこうやって、ね、こういう論証もしっかり理解して、ね、もう覚えてしまう、ね、そんな勉強が必要になってきますで次に重要なのがシングル A、ね、これも例えば61番シングル A で一応を一応をですね 重要度、四段階で表示されていますから。一番重要なのが、今ご覧いただいたダブル A。次がシングル A。で、その次が B. です。B. で、一番重要度が低いのが C. 四段階で表示されています、ね。B. も結構ありますかね。こちらね。まあ、これは例えば百十九番、ね。まあ、これ、論点というのもね、これ、同時履行の公弁権という制度に関するね、こういう説明ですけど、まあ、これ B. ランク。ね、で、この四段階で重要度。 攻撃民法については表示してるんですけど、上位二つですね、ダブル A とシングル A。この上位二つの論点はしっかりやってください。最終的にこれが皆さんのね勉強のまあいわば攻撃目標になると思ってください。ほとんどここから最近の本試験問題出てますからいいですね。で逆に B とか C はまあ基本飛ばしちゃっていいです。なかなかそこでやってる余裕ないと思いますから。中にはやる方もいますけどねあの。 昔ねやっぱりねあの B とか C から出る時もあったんですよでも最近はさっきも言いましたけどね本当に基本的な問題が中心に指摘されますから基本的な論点ですねだからとにかく WA とシングル A、ね、これをしっかりやれば OK ですからいいですねあんまり完璧主義にならないように、ね、もう B とか C はもうねもう基本飛ばしちゃっていいですからよろしいですねでちょっと戻りますよ もうね今回1回目でいろいろね最初に皆さんにお話しとかないといけないってなりますんでねであとね本試験では、ね、この論点を中心に出されますよっていうことなんで、ね、だからぜひこうかけしっっりやってくださいね。で、そうするとどうしてもね鑑定士受験生の、ね、民法の勉強の大半はこの論点の学習ですねこれ論点を理解して論証をへ答案をけるようにするでこれに費やすことになりますこれはしょうがないんですよしょうがないんですよ こここのの本試験が、ね、この論点を中心に出題されれますすからこれある意味仕方ないんですよただ気をつけなきゃいけないのはね合格基礎テキストを使ってのさっきのね上でもご覧いただきましたけどこの条文の意義趣旨要件効果の4つの学習をおろそかにして合格民法だけを使ってねこの論点いくら論点が出るからといってこの論点中心の勉強をやっても本当の民法の力はつきませんからこれは気をつけてください。結構いらっしゃるんですよ もうほとんど「公掛け民法」から出てますよと私は答えるとだったらじゃあ公掛けだけやったらいいじゃないですかそれが最短距離でしょ確かにそうですそうだけどいきなり公掛けだけやってもね実は公掛けの正確な理解もできません、ね、まずはねちょっと一歩下がってまずはね合格基礎テキストを使って各条文の意義趣旨 要件そして効果この4つの基本的な知識をしっかり押さえないとそれを使って実際効果家の論証を行っていくわけですから要するに部品ですよ部品をきちんとねその使い道を理解しないで、ね、いきなり、ね「車組み立ててみよう」と「もの作ってみよう」と言われたってできるわけがないそういうこといいですねこちらでいいですね「本当に近づかないよ」 で詳しくは講義の中でもお話しますがそもそもね実は論点甲佳家に上がっています170個、ね、これは条文の不備あるいは条文の文言っていいますこれは条文中規定している言葉を文言っていいますこれは覚えておいてくださいね文言今後も言いますから条文の文言、ね、条文で定めている言葉のことを文言っていいますこれが不明確等の理由から実はね甲佳家に上がっている170個の論点って生まれてくるんだよ生まれてくるんだよ だから簡単に言うと、条文の隙間なんですよ。論点っていうのは、これはいいですね。で、ちょっと裏のページをご覧ください、ね。これです。したがって、これ論点っていうのは条文から派生するんだよ。ね、ですから、条文の意義趣旨要件効果の四つを無視して論点だけ勉強しても論点の正確の理解は論点の正確理解は得られないよ。そういうことですね。 いいですねですから論点だけでなく、ね、もちろん論点が勉強の中心になります最終的には甲掛けを使ってね170個の論点ねもちろんさっき言ったようにダブル A とシングル A でいいんですよ、ね、全部である必要はありませんけど、ね、その勉強が中心になっていきますけどもぜひねこの条文の意義趣旨要件・効果についても合わせてしっかりと勉強していってくださいということ、ね。だから結論から言うと甲掛け民法の勉強が柱になりますけど甲掛けだけやってもダメだよってこと。 合格基礎テキストを使って、この意義趣旨要件、効果、この条文のね。知識理解をしっかりと押さえてください。そういうことで最終的にね。次です。3番です。じゃ、あ合格基礎テキストと合格民法ね。これどういう関係なの？どういう風うに使っていけばいいので、まず合格基礎講座ではね。基本的に合格基礎テキストを使ってね。試験で重要なじ重要な条文の意義趣旨要件、効果の4つとあと論点ですね。一部です。 やっぱり時間的な成果あるでなかなか全部触れることできませんからね。を学習していきますとね。なかなか全部はいきませんからね。いいですね。で、合格基礎テキスト中の重要な箇所はね。講義中にマーカー等でね。あのマークしてきますね。で、そこを押さえてしっかりね。あの行かれれば十分ですよ。ということでで。まずこれが最初で合格。基礎講座で合格基礎テキストを使って。 ね、大事な箇所を皆さんにねマーカー等でお示ししながらお,、ね、お話をしてきますからそこを押さえてください。で次に次なんですこうなんですよ、ね、この合格基礎講座全18回を聞き終えたら、ね、この合格基礎講座で得た知識理解をもとにご自分でどんどん高格民法、ね、でさっき言ったように、ね、4段階で重要で示してありますけど上位2つダブル A とシングル A、ね、この2種類だけでいいんで BC 飛ばしちゃっていいですよ。ね 読みてていいくださいいいです、ね、これじゃで最終的には公開民法に掲載されている論点の論証を理解してね暗記してそれを答案に書けるようにしてくださいとにかく公開民法から出ますから本番の論点はで合格答案になりますからいいですねですからね整理しますとまず最初は入門用として合格基礎テキストを使ってその後は公開民法を中心に使って合格基礎テキストはね 最終的には参考書としてて使っいいいただければいいです、ね、まず最初入門用として使いますけども最終的にはね,勉強のね中心は当然国家がこの中の論点がね本試験で中心的に出ますからいいですね。でただこの「甲斐だけやってるとね先ほど申し上げている条文の意義趣旨要件・効果のね知識とか理解があいあいになるからね適宜参考書として 合格基礎テキストをを開いいいいてて、ね、確認をしていってほしいんですよそう,いうこといいです、ね、だから合格基礎テキスト最初は入門用最後は参考書、ね、こうやってちょっとね役割がチェンジします役割が変わりますけど是非これもねちょっと頭の片隅に留めておいてくださいで次あと4番目無駄な勉強はダメですよどういうこと論文試験っていうのは当然ながら書面審査ですしたがって 答案用紙上に表現されたものが全てなんで逆にねどんなに深く例えばある一個の論点についてねもう学者ぐらい、ね、もう深く勉強して、ね、理解したとしても実際答案上にね表現できなかったら無価値です。無価値っていうかもっと言うとマイナスですよね時間と労力の無駄だもん。そうでしょだから勉強に際しては常にね常に今自分が勉強してる内容答案にどうやって書くのかな。 どうやって書いたらいいのかなと考えてくださいで逆に言うと書けない勉強は意味がないですからどんなにね細かい知識を得てもどんなに深い理解を得てもそれを答案用紙上に書けないんだったら意味がないんですよこれを踏まえた勉強かそうじゃない勉強かでものすごい差が開きます時間が経つと合理的な勉強をやってる人って絶対無駄な勉強しないんですよ無駄な勉強って答案用紙に書けない知識理解です そんな無駄な勉強やらないだからとにかく勉強するときは今この目の目の前の知識答案で使うのかな使わないんだったらやらないそういうことですよいいですねこれがこれです無駄な勉強はしないっていうこと結構やっちゃう人多いんですよやっちゃうのつい面白くてとかねいるんですよなんでそこまでやるのいや先生ちょっとつい面白くて調子に乗っちゃって無駄いいですねで次五番目これもぜひねしっかりと ちょっとね頭の片隅に留めておいてください。民法のの勉強の9割は理解で,すでまあ暗記は C で言うと1割ぐらいですね。これです。どういうことかというと行政法規とは根本的に勉強のやり方違うんですよ行政法規も民法もともに法律でしょ法律。でもね試験での問われ方が全く違いますから当然勉強のやり方も違うってこと。 行政法規はある意味暗記するだけです。多少理解が f. A. でも覚えちゃえば。ね。もう問題解ける。それで受かっていくわけですよ。マークシートから。塗りつぶすだけです。ところが民法は論文試験です。ね。丸暗記だけやっても書けません。しっかり理解しないと。いいですね。でさっき皆さんにね。この合格基礎テキストの巻末のね。平成三十年二千十八年の。あの二問目の。論文試験のね。あの問題文実際ご覧いただいたんですけど。事例問題で出ます。 事例問題で出るで事例だからある意味無限に作れるわけですよこれがね逆に一行問題一行問題って言いますこれちょっと書きますとねこれちょっと略してね問題ってもちょっとね一行,と一行問題ってなんですよ事例問問問題題題ののの逆逆でです事例例一行いうのがある例えば法律行為について論ぜようとかこれ一行でしょこれ一行問題って言います 抽象的な問題文です。一行問題。あるいは代理について書きなさいとか。あるいは時効制度について論じなさいとか。こういうのを一行問題って言います。ね、結構大学の法学部の学部試験なんかでもまだそういう問題ね。出すこと結構ありますね。これだったら丸暗記でいいんですよ。自分でも半回答を作って丸暗記しとけば。もし一行問題がそういう問題が出る試験であればですよ。もう覚えて。で、ね。で、会場行って吐き出すだけで合格とはかけちゃう。 だけど何回も言うけど鑑定士の民法は事業問題じゃないんですよ。事例問題なんですよ。で事例問題さっきから言ってるようにいくらでも作れるわけだから事前に準備できません。当然ある程度ね根っこになるね規範的な部分は降下刑を使って覚えていかなきゃいけないんですよ。でも最終的にはその事例に合わせて最後の当てはめを書かなきゃいけないだから事前に準備するってのは絶対不可能ですよ。全部を事前にに準備するって絶対にできない。だから、 しっっかり理解するってい,うのが必要なのいいですね是非ここもね間違えないで行政法規と同じやり方で言ったら失敗しますからですからこの後もね私ねテキストちょっと先取りちょ、まあ、先取りもないんですけどねこんな形でちょっとねご覧いただきますけども例えばこれね10ページですこんな形で是非覚えてほしいところはね こんな形でピンクのマーカーでお示しをしますけどもでも行政法規の時と明らかに違ってこのピンクのマーカーでお示しする箇所は最小限にしてます絶対覚えてほしいこのピンクのマーカー最小限にしてるとにかく理解してほしいんですよ理解いいですねですから行政法規の時とは勉強のやり方根本的に違うよいきなり暗記じゃなくてまずは理解から入りますからそれはくれくれも間違いないようになさってくださいこれ間違えると失敗しますよ失敗する 民法覚えればいいよね論書全部効果圏の論書覚えればいいよねって形で暗記から入ったらね失敗します途中から気が付いて軌道修正しようと思ってもねそういう暗記のねやり方に慣れ親しんじゃった人ってなかなか途中から軌道修正できないんですよもう私そういう方結構見てますからぜひねまずは民法は理解で暗記は1割ですよ暗記は1割そんなイメージでで実際ねこれ皆さん勉強が進んだらね実感されると思うんですけど理解がしっかりできてくると 暗記もでできますすからこれが法律の面白さなんですよ理解いいですね。こちら戻りますいいですねこ,こもしっかりとね。あの勉強の合間でいいですからお読みになってみてください。ね、あと、ね、最後ですけど 6, 6番7番ねちょっとこれざっと見て終わりにします。高得点狙っちゃダメだよってことで。ね。実際さっきね申しましたけど民法のレベル大したことないです。ね。優しくなったって言われてるね。ここ12年のね。 あの実際受験生の平均点見てみても50点以上いってないんですよだから民法は本当に低いレベルでの競争です、まあ、100点満点で言えばもう今度これですよ40点から50点ってことよっぽど高得点取るのはよっぽどね、司、ま、法、あ、試験だとかあるいは司法書士とかそういうね、あの法律専門の試験でみっちりやった人ぐらいしか取れませんだから大半の受験生がね、こういうね、40点から50点ぐらいの争いになりますからですから 自分は法律専門的にやってこなかったよって方はねもう無理に民法で高得点狙おうとしないってこと、ね、他の科目で稼いでください逆に民法は大きな失点しなければいいやそういうふうにちょっと意識を切り替えてみてくださいその意味でね今度初めてね、まあ、法律を勉強するって方あるいはちょっとね宅検等でかじったけどもね本格的に勉強法律の勉強やるのこれからだって方はとりあえず50点ぐらい100点満点中の50点ぐらいを目安にね 勉強していかれるとちょうどいいかなと思います。そうやって行かれると結構蓋を開けてみたらもっと取れたりとかしてるはずですからいいですね。いきなり高得点狙わないってこと、ちょっと肩の力抜いてください。いいですね。で、あと最後ですね。あと7番目形式面をね。軽視しないでください。で、ね、まあ、これは実際答案書く段階でまたね。あの解説講義の中でまたお話をしていきますけど、実際ね。法律の答案ね。書き方があるんですよ。形があるの？ ね、これは特に皆さんの中でね司法試験であの法律を勉強したとかあるいはそうですね、まあ、公認会計士試験で民法をやったとかあるいは、まあ、公務員試験で、ね、今,今総合職っていうんですかね、まあ、法律の勉強をやったとかそういう方はお分かりになると思うんですよ。その時みっちり法律特有の答案の書き方っていうのを勉強してますから、ね、やっぱりね合にいれば合に従いじゃないけど他の経済会計と違ってね 法律には法律特有の答案の形とか書き方ってありますからこれちょっとこれは軽く頭の片隅に留めといてください具体的にまた答錬の時にねまたお話をしてきますんでいいですねずいぶんねちょっとねお話をしましたけどもね一等ね一番大事なことなんで冒頭でねちょっと時間をかけてお話をいたしましたねぜひこれを踏まえてですねこの後具体的な中身に入ってきますんでねぜひ皆さんの方におかれましたらね今ご覧いただいた こちらねこの対策のところこれね勉強の合間に何回も何回もお読みになってみてくださいね。よろしいでしょうかやっぱり方法論大事ですね方法論ねこれ方法論がすべてじゃないけどでもやっぱり方法論大事です間違ったやり方だと北海道に行けませんからいいですねじでちょっと一息入れましょうはいそれでは第二ユニットに入ってまいりますではですねいよいよね もう結構ちゃんだったいわもないんですけども中身に入ってきます。でテキストの一ページを開けてください。合格基礎テキストです。こちらですね。民法の考え方ね。投資番号でいくと一番です。こちら開けてください。ね。お何も塗ってないな。塗ってません。<laughs> ね。もう行政法規でしたらおそらくね皆さんね予想されたかと思いますけどもピンクピンクでね塗ってあったかと思いますけども塗ってません。 とにかくね、ちょっとその辺の意識切り替えてくださいね。いきなり暗記から入る。ね、どこ塗るのかなどこ覚えるのかなっていう、そういうね、暗記から入るんではなくて、まず理解。理解です。ね、ですからさっきも言いましたけど、ピンクの箇所本当に最小限に絞ってますから。でね、ちょっと見ていきますよ。まずこの1ページ目。ね。民法とはどのような法律かということで、ここにこの図ですね。民法の一応ね、この構造が上がってます。 でまず一番上に「相続」って言われてる部分が来る。でその下にこの左側ですね「財産法」で向かって右側に「家族法」と。でさっきお話をした「相続ね」ねこの改正がありましたよっていう相続これ家族法です。ね。これ以前はねこれですね「身分法」って言い方もよく知ってたんですね。昔は 身分法家族法っていうのも身分法の方がね一般的なね、まあ、呼び名としてね、まあ、メジャーだったんですけどちょっと今今日ではねちょっとこの身分って言葉ちょっと差別用語じゃないかってそんな指摘もあって、ね、最近ではねあの民法の学者の中でもね家族法って呼ぶのがねやっぱ一般化してますね。でこの中身がね親族相族。親族っていうのはね婚姻いわゆる結婚、ね、で結婚して子供生まれた親子。 ね、そういううういい家庭内ですすねこのううのを起立するのが親族あと相続はこれもねもう読んで字のことをして親が亡くなって相続人である子供が相続をするとかとも、ね、にやっぱり家庭内でしょうだから家族法、ね、これがね定めてますでもさっきも言いましたけどこの家族法からは基本的にほとんど出ませんこっちです鑑定士の民法で問われるのはだからこちらがこれゴシックにしてね ちょっと皆さん、こちらの方注目するようにしてくださいね。というふうに、こうやって表示してるんですよ。でも、このね、中の家族法の中のね、やっぱりごく限られたね、あの条文が、こちらの財産法と関連する場合はね。ね一応、この家族法中の条文も、一応、鑑定士のね、民法ではね、勉強いたします。ね、この財産法と被る、そういう場合ですね。でも、本当にごく限られてますんで、ね、もう基本は意識は財産法と思ってください。 これから自分が勉強していく鑑定士と民法で勉強していくのは早速ね、さらにはこの財産法の物件と債権です、ね、この財産法の中身が物件と債権に分解できますで物件ってまたこの後見ていきますけど読んで字のことをして物ね、物に対する権利これを物件っていいますで債権、ね、これは人に対する権利ですこれもこの後見ていきます、ね、ちょっと大きくしますと 債権の債ねこれ人弁です人を指してますねですでから物件が物に対する権利例えば所有権ここに上がってますね所有権だとかあるいは占有権とかこういうのもあるんですね,ねこういうのを物件っていいます物に対する権利でも債権は人に対する権利です人に対する権利ねこの後詳しくまた見ていきますからああそうなんだって感じでとりあえずここは聞いといていただければいいですでさらにはこの物件の中も物件総論が来て その後、物件各論ということで、ね、こういう具体的な、ね、こういう物件がずらずらと出てきます。この溶液物件の中も、さらにね、地上権だとか、地役権だとか、そういう具体的な、ね、この溶液物件が規定されています。担保物件もそうです。ね、粒子権だとか、抵当権だとか、被試験だとか、先取り特権だとか。そういう具体的な担保物件が規定されています。ね、とにかくね、これ見ていただきますと、ね、まず一番上に、この総則っていうのが来て。 これ実は財産法と家族法に共通する共通項をまとめているんですよ。こういうのを相続あるいは相論って言います。ここもそうです。物件の相論っていうのはね、これ各論が具体的な物件のいろんな種類なんですよ。なんとか件とかいうねものに対する権利物件の。で、そういう各ね物件のねこの個別的な物件に共通するものをまとめた共通項がやっぱり相論なんですよ。 ですからねこれ民法の条文見ていくとねとにかく総論から格論でまた総論から格論って形でこういうね重層構造になってるっていうのがね条文実,をて実はじっと見ていくとね結構読み取れるんですねこういうねこっちもそうです債権もそうまず総論ってことでねこの格論に共通する項目共通項を総論って形で規定してるんですよ。でその後具体的な格論具体的な中身に入っていく。 でさらにはこの再建閣論の中もねまたでやりますけども契約の総論またまた総論が来るんですよ。これは各ね売買契約だとか賃貸借契約だとか、ね、そういう各契約のそうやっぱ共通項をまとめたものこれを契約総論って形で規定してます、ね、でその後に契約閣論ってことで、ね、あの売買だとか賃貸借だとか請、ね、負いだとかそういう具体的な契約の種類がずらずらと出てきますこれ。 あと事務管理不当を得る不法行為これこのあと見てきますけど意思に基づかない、ね、そういう、ね、あの制度というふうに言われてます、ね、とりあえずざっと今こんな形でご覧いただきましたとにかくね相続でさらには、ね、一応財産法と家族法に分かれるけど鑑定士のね試験で問われるのは財産法でこの中身が物件と債権に分解できて、ね、ご覧のようにこういう相論各論相論各論こういうね重層構造になって規定されてるんだなとりあえずここは一回それをね 頭通せばいいですからね覚えなくていいですよ覚えてほしいんだったら私ここでピンクのマーカーで示してますから覚えるんじゃなくてあそんなもんなのかとね民法ってなんか随分なんか複雑な条文構造をしてんだねちょっとそんなイメージをねここで押さえていただければ OK です。でちょっと一応条文見ておきましょうかねやっぱりね条文を離れて法律の勉強っていうのは絶対ありえませんから是非皆さんもねこの条文集ですねあの ちょっとめんどくさいなと思うかもしれないけどこれあたかもね皆さんが一番力を入れて勉強されてる鑑定論当然鑑定論に一番力を入てやるでしょで論文でもね配点の半分が鑑定論ですしねそこでいう基準と思ってください鑑定論で勉強するとこの基準当然皆さん一生懸命覚えるでしょそんなイメージですよ民法ではやっぱり条文それぐらい重要なんですよね、ちょっとこちら開けてください ちょっとこれも見ておきますとでしょすぐ目次ですちょっとちっちゃくしますよでさっきお話ししたようにまず第一編で総則がきます総則っていうのはさっきのこれですいいですねでずっとこうね人だとかね第二章人あと第三章法人とかあと第四章もの あと法律行為とか、あと時効だとかね、こういうのが来て。で次第二編が物件です。物件っていうのがこれ左側です。ねこれ。でまず第一章の総則ねこれ百七十五条から百七十九条っていうふうに上がってますけども、この第二編の物件の第一章総則これがさっきお話をした物件の総論になります。まず総論規定する。で次に各論と。 それが第二章以下です。占有権とか所有権とか、ね。ついていく。で。あと。次のね、まあ占有権所有権見ました。今度は溶液物件。溶液物件。これもまた物件で詳しくやりますけども。ね。それが次の第四章ですね。ちょっとお聞きくしますよ。地上権、栄枯作権、地役権。で、こういうのを溶液物件って言います。これね。で、一番下が担保物件。これが。 次の第7章ですね試験ね。あと先取り特権とかあとずっと下行っていただいて七ね。でちょっと次のページをご覧くださいこちら、ね、で最後10章が定刀権と、ね、この辺はね皆さんの中で結構宅券ねおやりになった方ねかなりいらっしゃると思いますけど、ね、やってますよね宅券なんかでもねこういう順番で条文ねもちろん宅券では条文なんかやりませんけどね 一応こういう形で条文で規定しているよということで。で次今度第三編が債権です。債権。それが今度この合格基礎的、そういうと、この右に行きます。右、だから今までずっと相則を見て、物件を見て。で、総論各論とずっとこうね、順番できて、今度債権です。で、債権の大小相則相続、これが、この債権総論にあたります。ね、こんな形で。で、結構範囲が広いです。相則も。 1> でえー、と第1節第2節第3節第4節第5節まで、ね、最後の第5節これが債権の消滅ってやつでずっときてで次の第2章ですね第2章これが契約です契約に入ってきます今ずっとね債権総論だったんですけど次の今度債権各論って言われてる部分でさらにはその中のまず契約総論です契約総論それが次の第2章の契約の第1節の総則です これが契約総論になります。で見ていただきますとね。これもちょっとまたね。時間がある時、是非ね。条文見ていただきたいんですけど、あの？まず変が来て、次に章が来てその下に節が来るね。変小節とね。もう法律基本的にこういう構造なんですよ。一番最初にね。変が来て次に章だな。次に節だな。その下が今度管なんですよ。変小節。 こんな形であと木その下が官の下が木ねこんな形で規定してますんでこういうのもね慣れちゃうとね本当に条文の構造をスッと頭に入ってくるようになりますからねちょっとこういうのも眺めてみてくださいねあのぜひ慣れ親しんでってくださいあの毛嫌いしないでねもう条文大事ですから法律はねでちょっと戻りますけど第2章契約で大切の早速これが契約総論ですねで成立効力解除これだけなんですよ契約総論って少ないの契約総論 大の相続、ね、それが今ねこ,うでいくとこちらでいくとここです契約相論だよでこのあと当然格論に入ってきます具体的な契約の種類がずらずら出てきますこれが契約格論ですでまず筆頭が贈与ですね贈与ただで物を、ね、人にあげるあと皆さんご存知の売買、ね、売った買ったですよあと交換あと消費対策これ典型例がお金を貸す場合ですお金を貸す消費対策って言います あと使用対策第六節これはでで人に物を貸すす場合です、ね、で第7節賃貸借これはお金を取って貸す場合、ね、だから要するに物の貸し借りですね物の貸し借りです、ね、使用貸借はタダで借りる賃貸借はお金を払って借りるでそんなイメージですね,これねあと雇用請負、ね、特にねちょっと戻りますけどもこの売買と第三節ね あと第7節の賃貸借ねとあと第9節の請負この3つが鑑定士の民法で主に問われる契約ですね他にも結構あるでしょう消費貸借使用貸借交換だとかあと委任とか帰宅とか帰宅ってこれ預けるんですよ例えば自分が旅行に出かけるんで自分家のペットをねペットショップに預けるとかそんなやつあと委任っていうのはこ例えば代理を頼むとかね自分の土地売ってきてねって誰かにね ここれれ代理ををむ場合にこれ委任契約を結んだりとかしますね人にこれ一定の法律行為を頼む場合ですこれ委任契約って言いますねとにかくねこの3つこの売買と賃貸借と請負請負いっていのはこれね簡単に言うと大工さんに家を建ててもらうってこと、ね、受け負いもうちょっと身近な例でいくとね例えばあの奥さんがね自分の旦那さんのワイシャツをクリーニング屋に出すあれも受け負い契約です受け負い契約 あの y シャツを選択してもらうあるいは受けれ契約です仕事完成ってことで仕事完成義務を負いますから請負人はあと右行っていただくと組合とか就寝定期金とか分かるとこれ全部組合ですあごめんなさい契約ですこれも全部契約だけどほとんどあの鑑定士の民法は問われませんから、ね、あんまり気にしなくていいですであと最後の、ね、この第3章から第5章の事務管理不当利得不法行為これこの後見ていきますけど意思に基づかない そういうい法律関係の制度です、ね、こちらは契約と違うんですよ契約ってこの後見てきますけど意思が必要、ね、それに対して事務管理不当を得法行為は思はいらない意思と無関係に権利義務が発生する制度ですねこの後見てきますからねそれがこれです最後の「事務管理不当を取得方向へ」ってことで、ね、こんな感じで今ずっとね条文の順番に従って皆さんにねこの債権までご覧いただきました。 でその後第四編が親族ですもうこれは飛ばしますね一応この位置づけね合格基礎テキストこれですよ親族ね結婚する婚姻とかねあと親子ねそういうやつですねこちらでこれもずっとちょっと下行っていただいて今度第五編が相続これですよねでそれがこの合格基礎テキストのここ相続ねこれ今回ね改正されましたけど ね、でも鑑定士と民法ではほとんど、ね、関係ありませんから心配しなくて OK です。であとちょっとこの相続ちょっと裏のページ見てほしいんですね。4ページです目次ずっと続いて、ね、で最後がこれ条でした、ね、この遺留文の規定なんですけども全部で民法って1,044条あるよかなりね膨大でしょ。ね、でちょっとこちら1回見ておきます。ここれれが先ほどでお話ししてる、ねこれ 直近でね、最近行われたこの相続の改正です。でこれ別途、条文ねこれ相続編ですね第5編の相続ねこれ乗っけてあります。ね、でも使いませんからねだからもう気にしなくていいですただ一応ねあの気になさる方はねちょっとね一応まあ向けての、まあ、っけたっていうだけなんです。 ね、試験では、もうあの鑑定士の民法では使えませんから、全然気にしなくていいですで。ちょこっと見ときますとね。これ、一応、二千十八年の七月十三日に交付されました。ね、でまだ施工されてないというか、されたやつもあるんですよ。それが下です。二千十九年の一月十三日、ね。これもすでに今収録しているのが、今、二千十九年の。実は三月なんですけど、もうこれは施行されている部分があります。で、さっきも言いましたけど、メインがここですね。二千十九年の七月一日。 の施行これが原則でこれが大部分です今回のこの相続の改正点の。であと2020年まだ先ですけどね4月1日に施行される分もあるよってことでねさっきもね見ました高家技民法のコラムでお話しましたけどまあご覧ね段階的に施行されるよそういうことですね。とにかく中身切れなですからねこんな感じです。であと右のちょっと5ページですね目次を見てください。借地釈迦法もこれ入ってますからねええー、って言われてくださいね。これも 鑑定士の,、ね、あの受験案内ですねあの国交省が、ね、毎年作るあの受験案内見ていただきますとちゃんと民法の、ね、試験の出在範囲に入ってますからこの借地借下法あともうちょっと言うと建物区分所有法も入ってますんでいいですねいわゆる分譲マンション法ですね建物区分所有法っていうのはねでもほとんどあの鑑定書の民法で出ないんでねあんまり気にしなくていいですただこの借地借下法は気にしてくださいここれのの後民法の中でもね あの結構ちょこちょここの釈迦法の条文使いますからあれ関係ないんじゃないの関係ありますから <laughs> いいですね釈迦法も使います民法で使いますからね一応こんなところですこんな形でぜひねあのもちろんテキストにもね条文載っけますけどねできるだけ条文集で条文を見る癖をつけてほしいですねそうするとその目の前の一つの条文だけじゃなくてねあこの条文ここに規定されてて他の似たような条文が周りにこうやってねあの 載ってるんだな。そういうね、全体の条文構造もね、理解できるようになるんですよ。これが大きな力になるんですよ。だからできるだけこう条文書を見てね、その一個の条文を見るだけじゃなくて、その周辺にどんな条文があるのか、そういうのも押さえていかれると自然自然とね、あの条文の知識も頭に入っていくし、条文に対するね、なんていうんだろう、この特異意識が芽生えるともうやっぱりね、あの力も尽くし。 あの本当にね自信につながりますからぜひ条文を毛嫌いしないでリオ、ね、量の基準と同じぐらいとまでは言いませんから、ね、それに近いくらいちょっとねあの慣れ親しんでみてください実を言うとこれが一番民法を得意にする法律を得意にするコツなんですよ条文条文ねで戻りますこちらよいしょ、ね、こんな形でいいですかねで 民法ねちょっと右下ご覧ください合格基礎テキスト1ページですで民法の学習に際してはね常にこの図を意識することが重要といことですけどまあ一応ね要するにこれ自分が勉強しているのがどの位置かなどの箇所かなってちょっと意識すればいいですまあ、常にってちょっと言い,言い過ぎかなって感じもしますねなかなかね線にこうねどこか今どの箇所かなと思って、ね、意識するもやっぱ目の前のねその辺の内容に集中してほしいんでただねただやっぱりね 一応こういう全体的な構造になってて、今自分が物件をやっているよ、あるいはこの知識は債権だよね。これぐらいはやっぱね、ちゃんと意識はしてほしいんですよ。物件と債権、これこの後やってきますけども、考え方が違ってくるんですよ。いいですね。だからただ漫然とやるんじゃなくて、そういう意味でね、この常にっていうふに書きましたね。あと速中ですね。特にこれね、もうマークもしてません。あつでね、時間があるときにね。 あのざっと目通ししていただければで、OK、ですよしですねこんなところです今ね本当にね最初この民法の全体構造をですね皆さんと一緒に条文も見ながらねちょっとこの辺をね確認いたしましたけどこのあとねまたいろいろ中身ね掘り下げてみていきますけど是非ねあのそう,そうですねあの先ほどね申し上げている通りねいきなり覚えよう覚えようとしないでねまず理解理解。 ももうう割割が理解暗記は1割もうこれですからだからできればねできればそうですねあのまあ鉛筆、まあ、だって皆さんシャーペン使えると思うんだけどシャーペンでいいからこのあと私がしゃべることどんどんねあのこのテキストのこういう余白ですね結構設けてますからこういうところにねどんどんちょっと書き込んでみてください。で私の方でどんどんね法律的な考え方、ね、あるいは論理的なあの考え方 そういうものをどんどんんっていいきますからそういうのをできるだけシャーペンであのボールペンだとあとで消さなくなっちゃうんでねあとで消せるようにシャーペンでどんどんちょっと書き留めてみてください。でそうやってあこうやって法律って考えるんだなあこうやって論理的に考えるんだなっていうのが分かってくるとどんどん民法って面白くなりますからぜひねその思考の過程思考の過程それをできるだけねシャーペンで。 ね、私できるだけそういうってそういう風な形でね、考え方を中心に喋っていきますから、ぜひちょっと書き留めてみてください。いいですね。お願いします、ね。じゃあちょっと10分間休憩に入ります。10分間お休みください。はい、それでは後半の第三ユニットに参りましょう。ではですね、引き続き合格基礎テキストの1ページですね、ご覧ください。今度下ですね。 以上。あのマークしてませんので心配しないでください。安心してください。ここは一回読んで頭を通しとけばいいです。ねこちらいきますよ。で民法は基本的に詩人ねちょっとこの言葉ねまあ覚えるっていうのもちょっとねちょっと慣れていただければいいかな詩人ね私たちまあ国民一人一人と思ってください詩人っていう形でねあの法律でこれ表現するんですよ。 これ国地方公共団体等以外のいわゆる一般市民私たち国民一人一人と思ってください詩人ね詩的な人って書いて詩人って読みますけど、ね、この言葉ちょっと慣れ親しんでください慣れ親しむっていうかねちょっと慣れてってくださいねで詩人と詩人との横の関係を扱う法律を私法って言います私の方これが民法なんですよ。ねこれです。 でこの中でも詩人と詩人とのね横の関係を扱う法律これは司法っていいますけどこの中の一般法が民法です。ね、で一般法の反対が特別法って言ってこれは、ね、詩人相互を起立するんだけども特別法です。商法だとか労働法だとかこんなのがあるよっていうことでこれは一回頭通せばいいです。ね で逆に国地方公共団体等と主人との縦の関係を扱う法律を公法公の法ね公法っていいます例として憲法だとか刑法だとかねでちなみに民法は平等で対等な一般市民私たち国民一人一人を念頭に置いて規定されたってことでこれを図で表したのが次のページですご覧ください2ページですねこちらいかがでしょう こんな図でねちょっとご説明させていただきますこれねもう本当伝統的なああのまあ、説明ですね昔からよく学者だとか実務家がこういう形で説明するんですよで上にねこういう国地方公共団体等の公的機関を置いてで下に主人私たち例えば A さんとか B さんとかこういうのを置くんですよで縦です縦 縦の関係、こういうね。国地方公共団体の公的機関と私たちね。詩人との縦の関係を切り、すんのを広報って言います。広報ね。憲法だとか刑法だとかね。それに対して横です。横の関係を切り、すんのを司法って言って、この中の一般法が民法になります。ね、なんかこの図だけ見てもなんかこうピンとこないかもしれませんね。ちょっと側中ご覧ください。<laughs> こちらね。 コメントですで私たちが普段何気なくね行っているコンビニ等での買い物これいわゆる売買契約ですねについて民法が適用されますと私たちの主人とコンビニこれも主人でしょ、ね、とは対等な横の関係だからですっていうことでこれです、ね、でそれに対して例えばねコンビニで商品を盗んだ場合いわゆる刑法っていうのが適用されますこれ刑法っていいますこれは面白いんですよ実を言うとね 犯罪と刑罰に関して定めてるんですよ。ね、人を殺すと殺人罪とか。ね、こういうコンビニで物盗むと窃盗罪とか。そういうね、あの罪名が出てきます。罪名って言いますこれ。罪名って言います。ね、刑法出てきます。これ、こちら。ね、殺人罪とか。ね、窃盗罪とか。こういうの罪名って言いますけど。 刑法ね勉強する出てくるんです面白いですよ結構ねこれねが適用されますこれが広報ですとね刑法は警察これ国地方公共団体いわゆる公的官でしょねと私たち私人との盾の関係を扱う法律だからですってことでねまあ警察と私たち盾の関係ってことでだからね刑法は公法だよってそういうことですねいかがでしょうねこれ最初いきなりねご覧になってもねあれね 何のこっちゃっていう感じかもしれませんけど一応ねこれはほんと伝統的な説明です昔からねこの広報と司法と違うの大抵こういう図を書いて、ねまあ、説明するのが一般なんですねまあ、これ自体試験に出るわけじゃありませんのでね本当にこれねいわゆる法学概論的なあの法学大学で法学部入ると一番最初に法学っていうやつでねあるんですよこういう法学っていうのがあってこれで勉強しますこういうやつを。 どんな本にもこんな感じで載ってるんですよね。あ、そうですか。って感じでね。もう学者ってこういう説明がね。まあ、ある意味ね。やっぱり飯の種ですからね。こういうのを本で書くのがほとんどの学者ですね。まあ、仕事になってますんでね。まあ、そうですか。って感じで頭を通しておけばいいですねこうやって。で、あと中身ですね。これもさっき皆さんにね。ちょっと下見ていただきたいんですけどもね。条文に従ってご覧いただきましたね。民法全体に共通する内容を定めた総則。 これさっっきちょっと戻りますよ、えー、何だったっけって言われてくださいね。これですよ相続、ね。これが一番頭。で。が規定されその下に財産法と家族法の2つに大きく分かれるよ。やりましたね。で財産法は物件と債権の2つ家族法は親族相続の2つにそれぞれ分かれるよってことでした。でやっと出ました。これはちょっとマークして覚えておいてください。ね、財産法は 物件債権という財産関係の権利です、ね、財産関係の権利を対象とするものであり物件とは物に対する権利これさっきも話しましたねあと債権ねこれ人弁ですから人です人に対する権利だよってことで、ね、また詳しくまた後ろでねやりますけどもとりあえずここでざっくりね物件ってきたら物に対する権利この権っていうのは権利を指しますからね権っていうのは何とか権取り消し権とか解除権とか全部権利です権利の権だから いいですねこれねで債権が人に対する権だよこれはとりあえずここで頭入れといてくださいねであとそれぞれの中身についてはさっきね条文のね目次をご覧いただきながらねご覧いただきましたんでこの辺はまたねあとでどっかのタイミングで一回ざっと目通していただければ OK ですいいですねでちょっと右のページいってくださいで今度3ページですでこちら帯番号2番で「民法の体系」っていうのが上がってますでこれ何って感じしません これねいわゆるこれレック体系っていうんですよちょっと笑っちゃうかもしれないけどレック体系ってこれ昔からねレックはねしょこれ独自に考案した体系なんですよレック体系って言いますこれもう今から30年ぐらい前からねもうあの法律系のテキストねこれ載っけてるんですよこれですレック体系って言ってで民法のね民法の条文から入っていくと なんかいわゆるなんか条文なんかさっき見たようにね総論が来て格論が来てでまた総論が来て格論が来てみたいな感じでなんか重層構造になっててんかこうしっくりとこうなんか入りにくいでしょだからそれをちょっと一回取っ払って取っ払ってこういうふうに民法全体の体系を抑えるといいんだよっていうことでね考案したのがこのレック体系っていわれるやつなんですよ。でちょっと見ていきますよ。でこれ A さんです。もうちょっと大きい,方がい,いかな ね、A さんねで右側が B さんでこれは言葉自体は別に無理に覚えなくていいです答案でも使いませんからあくまでも説明概念ですここでの説明概念ちなみに「試験」っていうのはねちょっと左見てくださいこちらこのコメントに載っけてあります民法のような司法さっきやりましたね横の関係を規律する法律を司法っていうんだった この司法上の権利を総称して司権と言いますよってことで司、ねまあ、法上の権利だから司権って言うのかな、ね、それぐらいでいいです一回頭を通せばいいです無理に覚えなくていいですよこんなあくまでも説明概念です、ね、でこういう、ね、A さん B さんを司権の主体って言い方をするんですよでそれに対して、ね、この土地とか建物これを司権の客体と言います、ね、こんな形でこれも説明概念ですでそれよりもこれ しっかり見てきます意思表示っていう言葉が出てきましたこれは覚えちゃってください一応即中のここに挙げてありますコメント欄ですねこれはちょっとマークして覚えちゃってくださいこれです意思表示意思表示この後この言葉も数え切れないくらい答案でも使えますから意思表示で、その時にね ちょっとこれも最初なんで、ちょっと注意点申し上げておきますと、この意思の死ですね。これ、思うっていう、これが正解ですからね、正確ですからね。ここね、志っていうのは使わないでくださいね。これ、抜点ですから。いいですね。これ、志使うと、もう途端にそのね、皆さんがお書きになった答案の印象悪くなります。当然、採点者、あ、こいつは法律やって、ちゃんとやってねえな。ね、当然減点されますから。これ、大減点されますよ、こんなのやったら。 いいですね、ここで絶対がっちり、ね、思うって方思うってこと、ね、覚えちゃってくださいね。で意思表示とは一定の効果例えば売買契約の成立売買契約の成立を発する意思の表示行為、ね、この四角で囲った、ね、意思を、ね、これ契約の成立っていう意思契約を成立させよう売買契約を成立させよう ね、こういう意思内心での意思を外部に表明する表示行為を意思表示っていいますまさに名前のとおりですよ意思と表示で意思表示じゃあどういう意思なのこれです一定の効果例えば売買契約の成立さとか、ね、こういう法律上の効果ですねこれをこれに向けた意思ですこれを、ね、単に内心にと留めてたんだ意味がないこれを外部に表明する表示するこれを意思表示って呼んでます で例としてはこれです売るよ買うよこれがまあ意思表示の典型例ですこれもちょっと集憶しましょうかね覚えてください売るよってのは当然何に向けてるのこれでしょ売買契約っていうものの成立に向けた意思ですよそれがこれ一定の効果を欲するってこと一定の効果に向けたって言ってもいい 売買契約の成立ただ単なる意思じゃないんですよ、ね、こういう一定の効果、ね、典型例がこれですね契約の成立に向けた意思の表示と思ってください、ね、一番典型なのが契約の成立です契約の成立いいですねこちら売買契約こっちもそうでしょ買うよこれ何に向けた意思表示契約やっぱり売買契約の成立です売るよ買うよ共に意思表示っていうこと いいで,す、ね、でさらにその上でこの2つの意思表示ねこれ売るよが1個ね買うよこれも1個で2つの意思表示が合致、ね、ちょっと書きますよ2つの意思表示の合致によりこのいわゆる売買契約この土地建物の売買契約が成立いたしますここれこの後詳しく見ていきます。から まずずとりあえこここで1回、ね、この「意思表示」っていう言葉あと2つのこの意思表示が合致することによっていわゆる売買契約、ね、売るよ買うよっていうこの売買契約が成立するんだっていうのをちょっと頭に入れてください。いいですね,こちらねで。今お話した内容ですねこの側中のコメントねずっとこれ載っけてありますからちょっとここから見ておきますよ。右のの図で A の売るとと、いう意思表示と B の買うよっていう意思表示が合致すると売買契約が成立しますとねここはいいですよいいですよね,ねでここで意思表示って何なのさっき言ったように一定の効果ね典型例がこれです契約の成立ねここでは売買契約ですね売買契約の成立ねに向けた意思の表示行為あるいは売買契約の成立を欲する意思の表示行為これを意思表示って言いますいいですねた,ただ漠然とした意思は足りないんですよ。 具体的な効果。ね。典型例が何回も言いますけど、契約の成立です。契約の成立。ここで、この意思表示って、やっぱり一番ね、あの議論しますから、契約の成立を欲する意思です。これを外部に表示する。これが意思表示だよ。ですね。で、A がその所有している家を売りたいと考えるのが意思です。で、それを口頭等で、ね、まあ、当然、口以外もありますよ。文書だとか、ね、あるいはメールだとか、これも当然、ね、これも表示になりますから。 だから口頭等,等ってことだよねで意思でそれを口頭等で伝えるのが表示ですよだから意思表示意思表示ってことで逆に B が A の所有する家を買いたいと考えるのがやっぱ意思ですじゃそれを口頭等で伝えるのが表示だよやっぱり意思表示だよ意思表示いいですねこちらまたこの後詳しく見てきますからまずこれが大前提ですね契約の成立ほとんどね鑑定士の民法で聞かれるのこのね売買契約ですねあと賃貸借とか受け負いもありますけど とにかくこの契約の成立、これが大事なポイントです。ね、これどうやって成立するの?。二つの意思表示の合致が必要だよ。意思表示って何?。契約の成立を欲する。ね、この意思の表示行為だよ。ね、とりあえずこれ頭入れてみてください。ね、で、今度下行きますよ。これがね、実を言うと、さっきね、ご覧たこのレク体系のね。本当にね、まあ、すごいところって言いますかね。 あんまりこれね最近でこそあの民法学者もねこれを意識したあの証拠をね自分のその本の中でね書く先生も増えましたけど昔はねあんまりこれそんな意識しないでね書かれている民法の方が本が多かったんですよやっぱレックのねこれですよ、まあ、功績って言ってもいいんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、まああんまりここで宣伝してもしょうがないんですけどこれね契約あるいは意思に基づかない法律関係これです契約は 当然意思に基づいてます意思表示がいるから意思表示の前提として意思がいりますからね、だからこの契約ってのはある意味意思に基づく法律関係ですところが基づかないやつもあるんですよ契約もっと言うと意思に基づかない法律関係それが不当利得だったり不法行為だったりするんですよあと事務管理っていうのも、ね、ありますけどほとんどで、ね、鑑定士は問われませんから1億の2つ不当利得と不法行為 特に不法行為ですね鑑定士の民法で聞かれてしたらこちら不法行為って皆さん分かりますもう名前の通りです不法言い換えれば違法違法な行為です全部不法行為って言葉でこれ一括りにするんですよ例えばさっき皆さんにお話をした刑法ってやったでしょこちら左のものを盗んだ ね、刑法が適用されて刑法の場合には罪名が出てくるんですよって言った人を殺したら殺人罪、ね、コンビニで物を盗んだら窃盗罪、ね、あと他人の家に勝手に忍び込んだら住居侵入罪だとか罪名が出てくるんですよ刑法はやったところが民法は全部そういうね一連の不法違法な行為不法な行為を全部不法行為って言います。だから民法の中で、ね、人を殺しても あるいは人物を盗んでもあるいは人の家に勝手に忍び込んでもね全部不法行為って表現するんですよ罪名出てきませんちょっとこれ軽く頭入れといてください全部そういう一連の違法な行為は不法行為ってこの一つの言葉で表現します当然警察出てきませんなんでだって司法ですから横の関係ですもんいいでしょだから警察出てきませんだから罪名も関係ないんですよそういうこと そこでさっきのこちらこの知識使ってください司法ですから民法は司法の一般法横の関係ですお上は顔出さないとだから罪名関係ありませんこれは刑法適用されません罪名出てきませんあくまでも民法です、ね、民法はこれ横の関係司法ですから、ね、一連の違法な行為全部不法行為って言葉で表現しますちょっと軽く頭入れといてくださいまたおよいねまた出てきますから いいですねでちょっと側中戻りますよ。でこれもしからいきますよもし AB 間に蒸気のような意思表示がないのに B が勝手に A 所有の家に、ね、移り住んでいた場合これいわゆる刑法でいけば住居侵入罪って言います。住居侵入罪 住居侵入罪って言います刑法確か130条でしたかねこれねでも民法民法上はやっぱり不法行為って言うんですよ続きますよで勝手にね移り住んでいた場合には当然 AB 間に売買契約は成立しませんなんで意思表示がないからですだってこれ勝手に B が A の家に住んじゃってるんですよこれ意思表示がない意思表示ありませんからだから売買契約なんか成立しない当たり前の話これいいでしょしかしと しかしとその代わり B には勝手に A の家にねこれ移り住んだ B には不法行為が成立します。ね。不正な行為あるいは違法な行為って言ってもいい。いいでしょうが成立しその後どうなるかってことかですよ。B にこの不法行為が成立するとどうなるかこれ後で見ますけど709条が規定してます。民法709条。B はねこの悪いことをやったやつね。ここの A にこれ被害 った人ね。A に損害賠償義務これを追うんですよ709条によって損害賠償義務って分かります簡単に言うとこれです弁償する義務お金ですお金民法はね全部最終的にお金で処理します横の関係ですから結局お上顔出しませんだから警察から捕まることもない捕まえるのは広報である刑法が定めてるんですよ 民法は四人間相互の横の関係ですからお上顔出さないね逮捕するとかそういうことがないんですよ最終的にはこの四人間お金で処理しますね、例えば A さんが損害被ったらね、損害与えた B が弁償する弁償するってことそういうイメージですいいですねでこのように不法行為は契約意思に基づかない法律関係を成立させる制度なんですってことで意思いりませんどういうことかというとね いいらないどういうことかというと B は A に弁償する意思はなくとも709条そのものに基づいて B には損害賠償義務いわゆる弁償する義務が発生しちゃうんですよ。B が「やだよ!」「弁償する意思なんかないよ!」「金もないし」「でもダメなんですよ」これ損害賠償義務がねこの義務が法律上当然に発生しちゃうの。それをもってこの不法行為は契約。 あるいは医師に基づかない法律関係の制度というふうに説明します学者はでちょっと条文見ますです、ね、ででねこのテキストでちょっといきましょうかねせっかくなんでね合格基礎テキストのねちょっと後ろの方を見てください709条で以上こちら357ページですね開けてください357ページページこれねこちらね帯番号2の1不法行為です で、条文が上がってます。七百九条。いきますよ。これは不法行為の一番最初のね、条文です。他にも条文ありますけど、一番最初。これがベースです。恋、または過失。恋ってのは、どうでしょう、皆さん。わざと。過失、これはうっかりです。ね、不注意によってってこと。だから恋、わざと、あるいはうっかり。 不注意によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う損害賠償義務です弁償する義務709条が当然に規定してますいいですねだからこれ侵入しちゃった B ねこの他人の他人というのはこれ今の事例でいけば A です侵入されちゃった A さんのね権利または法律上の利益これ侵害した これによって生じた損害いいです、ね、この侵害したものはというのがこれ B です。B が勝手に A の家に侵入しちゃった。B はね弁償しなきゃいけないよ。ねこれ規定してます709条。だこれ B の意思関係ありません。B が嫌だよ弁償する意思なんかないよって言ってもダメなんですよ。709条によってねこの損害賠償義務が B には発生してしまうと。それをもって。 契約意思に基づかない法律関係の、ね、制度だよ不法行為はそういう制度だよこういうこと、ね、そうすると最後求めますよこのレク体系のこのまあ醍醐味って言ってもいいんだけど民法の体系っていうのはね意思に基づく制度で典型例が契約です契約と意思に基づかない制度、ね、典型例がまあ今ご覧いただいた不法行為の2つに二分できるよっていうことで。 基本はねほとんどあの鑑定士の民法で出るのこっちです契約ですほとんどが9割ぐらいがただねこれ契約はなくても最終的にねこの不法行為が成立すればやっぱりその意思がなくても意思がなくてもねこの損害賠償義務っていう義務が発生するよってのはね押さえておいてくださいこの2つを合わせてね結局民法っていうのは出来上がってんだなベースは上だな契約だなただ契約 あ、ね、あるるいいは意思に基づかなな制度もあるんだな、ね、これ押さえておかれるとね非常にこの後の内容が頭に入りやすいですから是、ね、非この「レタ体ケちょっと使ってみてください、ね、よろしいでしょうかであとその辺の説明下の方にも上がってますこれ後あとでざっと見とけばいいですこちらいいですね一億の4つこうやって分解してますけどねこんな形でね 試験のしたい客体契約に基づく、ね、法律関係で逆に基づかない法律関係4つの視点を持っておくとねいろんなねこれ民法の問題あるいは論点、ね、見つける時の大きな手がか,かりになりますんで、ね、これ是非ねこれ勉強が進むとね最初はなんかねあそうなのかなぐらいの感覚でしかないかもしれないけど勉強を進むとこの「のすすさって実感するんですよあそうだったのこれがあったよね」ねどうしてもね受験生の意識関心としてはこっちばっかいっちゃうんですよ。 でも最終的にはね、こういう制度もあるよっていうことなんで、ね、一応これぐらいにしておきます。ね、で、あと、この試験の主体、ね、客体とかさっきも言いましたようにね、一応これ説明概念で。答案ではね、ほとんど使えませんから、ね、あまり気にしなくてもいいです。ただね、ちょっと一回見ておくと、試験の主体、ちょっと見てくださいね。この試験の主体っていうのは、これ。法律上は。これ、いわゆる人なんですよ。人。これいいでしょ 犬とか猫は主権の主体にななりりませんんやっぱ人なんですよ人ただこの人には厳密にいくと2種類あるよってこと、ね、皆さんの中でこれも既にねあのまあ宅建等でね、まあ、法律ね権利関係でやったりとかたは、ね、お分かりになるかなと思うけどまず試験の主体になるのは犬とか猫ダメです、ね、動物はダメで人間だけ人だけ人でこの人には2つあるよこの自然人これは人間を指しますあともう一つが法人 財団法人社団法人だとか、ね、あと商法でいけば、ね、あの会社法でいけば当然会社だとか、ね、ああいう法人ですこれは人間以外だから試験の主体ってのは一応人だよで人には、ね、この生身の人間を指す自然人っていうものと人間以外のもの、ね、ここに挙がってますけど学校とか会社とかこういう法人の2つがあるよ、ね、こういうのを知っておかれると他の、ね、いろんな法律を勉強する時にも結構ねあの理解しやすいかなと思いますまあ問案では使いません 一回これざっと見とけば OK です、ね、でちょっと裏のページ4ページご覧くださいこちらで法人についてはこれね鑑定士ではほとんど聞かれません安心してください、ね、もう自然人だけです、ね、A さんとか B さんとか、ね、ですか従ってちょっとね見ていただきたいんですけどもえー、っとねここですね12ページですご覧ください合格基礎テキストの12ページ こ,ちらね、ここから契約の当事者ということで、ね、一応これまあ自然人ですけどもこれね意思能力とか行為能力とか、ね、あとちょっと右のページ見てください13ページねこちらこれいわゆる「制限行為能力者っって言いいまますすここれれやった方はねお分かりかりなと思いますこれ未成年者成年非後継人非補佐人非補助人」だとか、ね、これ単独でねこれ。 契約とかこれ自由にでできないんですね十分な判断能力を持ってませんからこの人たちね単独で契約できるっていうふうにしちゃうと思いっきり自分の財産を減らす恐れがあるっていうことで、ね、こういう人たちについてはねこういう保護機関保護機関ですね,ね法廷代理人とかをつける、ね、そういう仕組みになってるんだったでも出ません安心してくださいいいですね一応こんな形で私の方でねこんな図まで一応作ったんですけどね卓研でやりますよねこういうのねでも民法では出ません あと、話戻しますけど、こちらも出ません。法人。これは14ページね。で、結論からいくと14からずっとちょっと見てください。15、で、16、そして17。ここまでずっと法人です。出ません。だから飛ばしちゃってください。で、で一応ね、ちょっと14ページ、ちょっと戻っていただきたいんですけど、この帯番号2の2の のの法人説のところちょっと側中のコメント見てほしいんですけどえと2の2の1法人常説は「深入りしなくてよいですよ」って書いてあるでしょ。で基本的に今後ねこのあ後後ね後ろの項目どんどん勉強してきますけどもしこの項目ねあごめんなさいこのコメントでこのね表現見つけたら「深入りしないでいいですよ」って見つけたら「あ飛ばしていいんだな」というふうにご理解ください。この後結構出てきます。ね「深入りしないでいいですよ」ちょっと遠慮がちに書いてるでしょ ちょっとね飛ばしてくださいっっっっっててちちょっとねねねだだたら乗っけるねって話になっちゃうんで、ね、だからちょっと深入りしなくていいですよってちょっと私の方で遠慮がちにねこれ一応書いてんですけど意味は基本的に飛ばしていいですよそういう趣旨です、ね、だから法人も飛ばしちゃってくださいこの後後ろで結構ちょこちょこ出てきますけどこれを見たらねあ飛ばしちゃっていいんだなそういうサインだなというふうにご理解ください、ね、さ,っきさっきもね最初の方で言いましたけど鑑定士の民法で問われるところってかなり限定されてるんですよもっと言うと結構偏ってます ですからもう飛ばしていいとかどんどん飛ばせますからねその辺は心配なさないでくださいですねでちょっと戻りますであとそうですねちょっと,、えー、と4ページの方戻りください、ね、ちょっと戻りますだから鑑定士試験では法人ね聞かれないよあと試験の客体のとこですね,ねここについてはねまあ人と物、ね、の2つがあるよってことなんですけど、ね、これはこの後見ていきます 当然人ね、これは債権の場合にはね、これは人に対する権利ってことで、ね売り主が買い主に対してね金払えとか、逆に買い主が売り主に対して物を引き渡せとか、でその場合の客体これ人になってきます債権はね、まそういうこと、あと物の場合もあります物件の客体物ですからね家を買ったとかね土地を買ったとかその場合ねその物件所有権等がね問題になってきますねまあ、これは一回ざっと見ときゃいいでしょう。 であと最後の整理ですねこの三のね契約に基づく法律関係典型例が契約ですよここね典型例契約ですよこれいいでしょうであと ④ でこれ先ほどら申し上げてますけど一応さっきね不法行為でお話ししましたけど他にもあるんですよ占有とか時効とか相続、ね、この意思表意思あるいは契約に基づかないそういう法律関係として。 ね、これちょっと印だけつけとけばいいです。これ、この後ね、あの勉強しますから、それぞれの箇所で勉強するんで、とりあえずこれは印だけつけといてください。ね、そういう趣旨です。ね、不当利得とか不法行為とか、専有、自己、相続、全部契約、ね、あるいは意思に基づかない法律関係の制度って言われてます。ね、それぐらいで結構です。で、あとね、ちょっとさっきちらっと見たかもしれませんけど、この法律関係、法律関係って、先ほど私言ってるんですけど、ちょっとお聞きしますよ。これはちょっとたった今。 覚えちゃってください権利義務の関関係係を言います法律とと権利義務。いいですね権利と義務権利と義務これね権利の反対が義務で義務の反対が権利だと。で権利と義務は対になってますから権利だけがあって義務がないということはありませんとまた逆に義務だけがあって権利がないということもありませんということだから権利があれば必ずその裏返しとして義務があります。 義務があれば、その裏返しとして権利があるよ。で、この権利義務の関係を法律関係って言います。これはもうたった今覚えちゃってください。そういうレベルです。この後ね、法律関係とか言いますからね。出てくる出てくるんですよ。頻繁に出てきます。数え切れないくらい。その時に、ただ漫然とあ、法律関係ね。ふんふんじゃなくて、法律関係ときたら、権利と義務に分解してみていくんですよ。当事者の一方がどういう権利を有し、また他方がどういう義務を負ってるのか。 そうやって権利と義務に分解して見ていく。これが民法の一つの役割ですから。ね。大事な思考のプロセスとしてね、これが絶対要求されるんですよ。法律関係、権利義務に分解して、どういう権利を持ってるのかな、どういう、ね、相手方はどんな義務を負うのかな、これを細かく見ていくのが民法ですから。これはぜひちょっと気をつけてください。またその時またいろいろね、お話してきますから。ね。よろしいでしょうか。ね。で、次。 でここはね、ちょっとマークしちゃってください。えっ、ー、と、4ページの下ですね。こちら、帯番号さんの民法の基本原理。ちょっとお見せします。ちょっと一回で、こうやってプチッと止めて。ね。ここはしっかり、あと側中もこうですね。こんな形で。見えますかね、これがの大きさでね。石だよ、石だよ。ってことで。ね。ここはしっかりとマークして、頑張って、覚えちゃってください。民法の基本原理。 この後見てきます答案で使いますからねで、ちょっとここで一息入れますはいそれでは最後の第四ユニットに参りましょうではですね続けてこちら引き続きご覧ください四ページですね民法の基本原理いいですねこちらを見てきますでまずこの一番ですねここに所有権絶対の原則ってあがってますけどこれ答案で使いませんほとんど だから飛ばしちゃっていいです。これ所有権絶対だよっていうね、そういう原則です。これね、まあそうかな、そうかなって感じでね、見とけばオッケーです。で続いて次の2番、私的自治の原則ね、これはしっかりと見ていきます。私的自治ね、私的なものにね、私的な関係については自治的に決められるよ。ね、もう一応文字に表れてますね。 あのいつも言いますけど、行政法規の時にもお話し,しましたけど、法律用語ってね、その言葉にね、結構意味が表現されていることが多いんですよね。私的自治。なんとなく漢字だけ見てもイメージ持てるかな。これです。私的自治の原則とは、人は自らの意思に基づいてのみ拘束されるという原則です。だから他人に拘束されないということ、自分の意思と裏腹にということですよ。いいですね。 こちらは。ね、これ歴史を紐解くと長いです。もう何百年も昔からのね。いわゆる。あのね、あの奴隷奴隷ですね。奴隷制度ね。もう自分の意思とも関係にね。こうやって拘束されてたね。もういろんな世界のいろんなね。何百年も前の歴史を踏まえて、こういう原則が今採用されていますね。やっぱり法律ってそのね。社会のね。いろんな。 世相を反映したものですから、ね、これなんかまさにね歴史を勉強した方からすればねこれなんとなくこう,うまあそうだろうなイメージを持てるかなと思います。自らの意思に基づいてのみ拘束されるよ。私的実の原則ですこれ。ですね。これ。だから自分の意思と裏腹にねこれ拘束されないよっていうことで、ね。でここから実はねこの私的実の原則から2つの原則が派生いたします。生まれるんですよ。 一つは契約自由の原則。下から三行目ね。で、二つ目が一番下。過失責任の原則。共に名前は絶対覚えちゃってください。これ答案で使う場合がありますから。いいですね。共に指摘自治の原則から派生します。ここね。いいですね。生まれるよ。生まれるよ。派生するよ。ね。で、これ、まず、 契約自由の原則って何なのかというと人はやっぱり人なんですよさっきの上と同じね人は自由意志に基づいて自由に契約を締結することができるよもう名前のとりですよ自由に契約できるよやっぱりこれも、ね、何百年も前の、ね、歴史をひも解けば自由に契約もできなかったそういう国あるいはそういう、ね、歴史があるわけですよ、ね、これを踏まえてです踏まえて自由,、ね、自由に契約できるよ誰とでも これです,これですでさっき皆さんにね条文集ですね条文集ちょっと見ていただいてちょっともう一回見ましょうかね契約の種類をさっきちょっとご覧いただきましたちょっともう一回条文集開けてみてくださいえっ、ー、と目次のね目次ですね2ページちょっと見ていただきたいんですよよいしょこちら、ね、この第3編の債権のずーっと下行っていただいて第2章 ね、これ契約でで、この第二節ねこっから契約各論に入ってきます贈与まずちょっと大きくしようかなよいしょこちら贈与からね、贈与売買でちょっと下いきますよあと交換ずっとあと消費対策使用対策賃貸借、雇用請負い委任帰宅であと右のページいってあとね組合終身定期金和解ってことで実はここ十三種類 契約が上がってますね。これね、典型契約、典型契約っていうふうに学者がよく説明するんですよ。この十三種類です。民法が定めている契約十三種類、これをまあ典型契約、あるいは有名契約っていうふうに言う先生もいますね。 有名ってこれです名前があるよ名前があるよ有名契約って言葉で説明する学者もいますねっ13種類十三種類じゃあ契約ってこの13種類以外ダメなのダメなのそういうも題で出てくる違うよ違うよこの13種類はあくまでもね サンプルあるいは典型例として典型的な契約として民法が規定しているだけであってこの13種類以外の契約を排斥するあるいは否定するものじゃないよそういうことその根拠は何今やりましたね根拠は何契約自由の原則でですすいいですねだからあくまでもこの13種類っていうのはねあくまでもねこれサンプルにすぎないんだよ だからこの13種類以外の契約であっても当事者でねこれ自由に結ぶことができるんだよこれが大きいんですよ契約自由の原則って言います契約自由の原則これねこちらで例えばね例えばそうですね例えば私が皆さんと例えば約束した今度の日曜日あの映画見に行こうね私が皆さんと約束をした実はこの約束も このままた勉強しますけど実は契約なんですよ契約なの、ね、ところが私当日、ね、もう忘れちゃってた他の用事が急に入ったんで皆さんとね映画に行く約束をすっかり忘れていかなかったで後日皆さんカンカンですでも友人同士知り合い同士であればその後特にねなんか揉めることはない、まあ、せいぜい、ね、ちょっとお詫びになんかおごれようぐらいで終わるでしょうでもさっき言ったように実はこれ厳密にいけば 契約,なんですよ契約なの。でこれは民法に載ってません。民法の条文さっきのね贈与だとか売買だとか賃貸借とかああいうね典型契約と違って民法に規定してない。でもこれもやっぱり契約自由の原則から認められる劣気とした契約なんですよ。まずこれ一つ押さえてね。でもうちょっと言うとちょっと皆さん脅すようだけどねこれ違反した私はもし皆さんがね訴えたら。 例えば債務不履行って言ってねまたもうこれ後ろでやりますけどいわゆる契約違反です契約違反の場合ねこれ債務不履行って言います415条で私は皆さんに弁償しなきゃいけないいわゆる損害賠償しなきゃいけないっていう規定があるんですよ民法415条ですこれ債務不履行って言いますちょっとかい言葉だけど簡単に言うと契約違反契約違反だからもし皆さんがあつでねいやもう豊か許せんってことで裁判を起こして訴えたら私は皆さんに 弁償しななきゃいけないけ例えば皆さんがね当日わざわざ映画館見に行ったら交通費払えとねいうことで私を訴えれば私は皆さんに払わなきゃいけないそういうことねだからあのね本当に何だろうあんまりこう気軽に約束しないほがいいですね約束しない方がいいあのに日本人ってやっぱりあの欧米人と違ってそんなにこうねあのくあ足を踏んですぐ訴訟とかっていうわけじゃないからこれアメリカだとね 足を踏んだだけですぐ裁判訴訟とかってなんか結構あるらしいですけど、日本人結構ねあのできるだけ温和平こと済まそうっていうそういう人種なんでねあの農耕民族ですからねだからあんまりすぐね裁判とかにな,ならないでしょうけどただ覚えといてほしいのが理論上はね理屈上は今の私のケースは完全に私の債務不履行ですだから皆さんが訴えれば私は負けるで弁償しなきゃいけないそういうことこれは知っておいてくださいですね。 で戻りますこちらねあともう一個が過失責任の原則って言いますこれもちょっとご覧ください下から2行目人はやっぱり人なんですよ自分に恋これさっきやりましたね709条でね不法行為の規定で恋わざとまた過失これ誤ってですうっかりねがなければ責任を負わされないよこれが過失責任の原則って言いますでちょっと右のページちょっと続けてご覧くださいで名称はね 過失責任の原則となってるが、ね。過失。ね。誤ってがあれば責任を負うのであるから、より責任の重いわざと、恋ですよ、恋。がある場合、当然、責任を負うよ。これ気をつけてください。ね。名称が過失責任の原則だから、過失の場合だけかな。すなわち、誤っての場合だけかな。っていうふうにも読み取れるでしょ。違うよ。ね。より責任のね、軽い過失の場合に責任を負うんだったら、もう一個、こっち。 わざと恋ですよ恋恋がある場合こっちの場合も当然責任は負わされるよってことなんでそれを説明してます、ね、でこれどんな場面で出るかというと、ね、さっきちょっとやりましたけどこれ不法条条です条もう一回見ましょうかテキストねできるだけねこうやって何回もねあのこうページをめくる癖をつけてくださいこれが実はあの法律を短期間で得意科目にしていく一つのコツでもあるんですよこうやってね あのページをめくるだから結構私の講義の中でテキストね結構前後したりすることは結構あると思いますけどそういう時にわわしいいいと思わないでくくってくださいそうすると最初にお話したあのピラミッドだんだんこうつながってきますから前,前だけ見せても駄目なんですよ後ろも見てで前を見て初めてこう知識がこうね有機的につながっていきますからいいですね面倒くさがっちゃダメですよ、ね、さっきいました「恋」「過失」によってです。 だから恋もない過失もなかったらこれ他人に損害与えても賠償する責任弁償する責任は発生しないってことこれですよ。でちょっとねここねこの357ページちょっと側中ご覧くださいこのコメントですコメントちょっと一回見ときますまた不法行為ね時にやりますけど不法行為これもうほんと最後ですね。もう この合格基礎講座最後の18回目の時にね、ちょっと軽く見るだけになると思いますけども、ちょっと一回ここで見ときます。で、この後ね、皆さんにご説明しますけども、この709条でね、この不法行為者について、この損害賠償義務を定めてるんですけど、この条文ね、この後また詳しく見ていきますけど、要件って言われるものとね、ね効果って言われる部分、この二つに分解できるんですよ。これこの後またね、 見ていきますけども、これでちょっと。ちょっとなんか下に敷きましょうかね、これね。ちら。要件って言われている部分と。効果です。ね。要件っていうのは条件です。条件。ね。で、この条件満たすと。効果。これはまあ、結果と思ってください。ね、要件が強いて言うならば、条件。で。ね。この条件である要件を全部。これ満たさなきゃいけない。 1> 1から4までこれで規定してるんですよ、ね、この条件である要件全部4つを満たすと、ね、結果これ効果というのは結果です、ね。結果としてこれです。不法行為者は損害賠償義務を負うよってこ,と、ね、このあと詳しく見ていきますけど条文ってこうやって要件と効果に分解できるんですよ。法律の条文全部です。全部。ね、要件というのは条件です。この1から4。で、ね、790でいけば4つもあるんですよ要件が。 全部満たすとね不法行為者は損害賠償義務を負うよこういう条文構造ねこれが大事この後また詳しく見ていきますまた前の方に戻ってまた詳しく見ていきますちょっと軽く頭に入れてみてくださいで不法行為でちょっとこれ一回見ておきますこれ面白いんですよ面白いのこれで皆さんがね民法ある意味こ好きになるかどうかちょっと決まるかなって感じもするんでちょっと私ドキドキしてるんですけどねちょっとどうでしょういきますよまずこの要件の一つ目ね条文にも上がってますけど 事故の行為これわざとねまた過失ある行為に基づくことこれ1つ目で2つ目が後遺者に責任能能力力これ判断能力と思ってくださいね例えば生まれたばっかな赤ん坊にはこういう判断能力である責任能力はありませんねほんとちっちゃい子供ね。まだしょあのイメージとしては小学校上がる前ですね小学校上がる前の子供についてはこの責任能力はないというふうに言われてます。 ね、こ丸の二の要件満たしませんから不法行為は整理しないだから損害賠償責任も発生しないということ、ね、ちょっと軽く声を見てくださいで3つ目の要件が違法なことで4つ目の要件が、ね、この違法な行為によって実際相手方に損害を生じさせたことこの4つ全部満たさないとこの効果発生しないんですよ要するにこの不法行為者に損害賠償義務が発生しないんですよそういうこと。 ちょっと軽く今4つご説明しました。で、下のコメントでいきます。これ、ちょっと大きくしますよ。例えば、A が法定速度を守って前方も中止しながら車を運転していたところ、先に寄った B がいきなり車道に飛び出してきたために、A がね、これ急ブレーキを踏んだんだけども間に合わず、B を跳ねて全治2か月。いいですね。で、入院が1か月。 の重症を負わととしますとでこの場合 B には入院費治療費等の損害、ね、これですよ上でいくと四に当たるってことこの損害ここねちょっと改革でくくりめた損害いいですね損害これまたねあの後ろの方でねまた勉強しますから特にあのねあの定等権 時にまたねこの損害っていうのを勉強するんでちょっとねこれ印だけつけといてくださいこの損害って貝学こでねですねで損害生じていると入院治療費が発生しちゃったんだからいいでしょ損害生じていますがじゃあ果たして皆さんねちょっと下行く前にねいかがでしょうこの要件全部今の事例満たしてますかこのををてててしししまった A 車を運転してた A A 車運転は結果として この B に対して損害賠償義務を負いますかってことどうここううででしょう考えてみてみれが法律なんですよこうやって条文ごとにね条文ごとにこうやって要件交換に分解して一個一個の要件を満たすかとこうやって確認してこれが実は法律の考え方なんですよだから条文が大事ですよ大事ですよいきなり論点言っちゃダメだよそういうことなんですよいかがでしょうで続きますよ 損害が生じてはいますが、A は法定速度を守って、前方も中止しながら車を運転していたというのですから、過失、不注意はないよね。すると、丸一の要件、これですよ。過失。当然、故意はありません。わざとじゃないから。じゃあ、過失、うっかりって言えんのかこれがこの問題なんですよ。で、実際これ裁判になれば間違いなく、ね、ここが争われるでしょうね。過失があったのかどうか。だけど、やっぱりこれ、ちゃんと、 法定速度を守って前方も中止しながら、運転していたんだから。ね、この場合、まあ、ね、マルチの要件書くでしょう。まあ、これがまあ、ね、一番まあ、本当な結論かなと思います。一番妥当な。ね、したがって、不法行為は成立しませんと。だから、効果である損害賠償義務も、A には発生しないということ。いかがでしょう。面白いなと思ってくれたら嬉しいですね。この後の勉強も拍車がかかると思います。 こうやって、ね、見て見いくんですよでさらにもうちょっとね応用的なことを言うとねこれもしね皆さんが皆さんが例えば B だったとしますねこのはねられちゃったはねられちゃったで頭来て納得できない入院治療費が発生したその間仕事もできないどうしてくれるんだっていうことで A を訴えると思います。A を訴えるその時に、ね B である皆さんは、ね、当然弁護士を雇って裁判を起こすわけだけどその弁護士、ね、皆さんに雇われた、ね、この B に雇われた弁護士は当然ここですよ A のここを争うってこと争うってこと、ね、で当然皆さんとしてはね被害者である B である皆さんとしては当然弁償しろこれを当然 A に求めるわけですよ、ね、でその前提としてこれを一個一個立証しなきゃいけない。 証明しななきゃいけないけですよ皆さんが雇う弁護士が B が雇う弁護士が一個一個立証しなきゃいけないということで実際これを裁判で争うという形ですねいかがでしょう、ね、じゃあ戻りますよで,今何,で今何の話したのかというと,、えー、と合格基礎テキストのこれですね4ページもう一回戻りください解出責任の原則ですいいですね でその例、ね、一つの例がこれだよ。不法行為で現れているよ。ね。まあやりました。あと債務不履行。さっきもね、ちょっと事例でね。私があのえ皆さんと映画を、ね、見に行く約束をしたけど、ね、当日約束を保護にしちゃった、ね。あれ約束違反で債務不履行ですよって言ったでしょう。これ415条です。これ約束違反、債務不履行。またこれ後ろでやります、詳しく。と、ね、もにやっぱりね、これ過失責任の原則に基づいて、やっぱりね、この責任を要求してるんですよ。 恋あるいいいは過失っててうねこういう責任を要求してます不法行為もそう債務不履行もそう、ね、根拠は過失責任の原則ってこと、ね、でちょっと整理しますでちょっともう一回左のページ戻っていただきたいんですけども、ね、この私的自治の原則からこの契約自由の原則とあともう一つ過失責任の原則が派生するんですよってやったでこの三者の関係ですねちょっと側中のコメントをご覧くださいよいしょ で所有権絶対の原則これさっきもね申しましたように軽く見とけばいいですよ。で逆に私的一の原則しっかり押さえてくださいねと。で私的一の原則から契約自由の原則と解析の原則の2つが派生しますよ生まれますよ。でここなんですよこれしっかりマークして頭に入れておいてください。ねここはピンクで示しました。共に意思が根本ということで,す,よ意思です,意思すなわち意思に基づいて自由な契約を結ぶことができるというのが契約自由の原則。 逆に意思に意基づかない限りた、ね、とえ他人に損害を与えても責任を負わされないよというのが回数責任の原則ですからともに根本が意思なんですよ意思なのそれが私的自の原則のこの意思ってことこれなんですよいいですねこの故意あるいは回数これはやっぱり意思です意思です ね、例えば変な話ね例えば自分が無遊病にかかって全く意識なくて夜中こうやって歩いててたまたま人とぶつかって相手を怪我させちゃったこの時に私に、ね、例えばその無遊病者の人ね、まあ、例えば私としましょう私に不法行為が成立するかということですけどこれ意思がありません。恋もなもなないい過失ですうっかりとは言えない、ね、ということで不法行為が成立しないということになります。ね、やっぱり恋も 過失も前提が意思なんですよ。意思です。全く意思がない。無遊病者。これですよ。これで人を怪我させても意思がない。ね、あるいはさっきのね、要件で責任能力ってのもありましたけど、あっちの方でも切れると思います。ね、でも前提として、ね。こちら。だけど、これね、要件。三百五十七ページ。これでも、ね、争うことはできるかなと。私に、ね、夢遊病者に責任能力ないよね。 ででででもももこちらでも切れます、ね、病ですよよねはなないい当然しょ病意識はない意思がないんですから是非、ね、その意味でねここ戻りますけどもここは意思が根本だよ、ね、意思に基づいて自由な契約を結べるよ意思がなかったらたとえね他人に損害を与えても責任を負わされないよ、ね、そうするとねこの特にこの契約自由の原則はいいんだけど過失責任の原則ね これ私た,ちの、ね、私たちにとってこれどんな、ね、大きなメリットがあるかというと私たちの経済活動を裏面からバッックアップしてくれるんですよ私たちが自由に、ね、あのいろんな人と取引したりだとか、ね、経済活動を広げることを後ろから保障してくれるってことたとえ私たちが、ね、他人に損害を与えても恋もない過失もなかったら、ね、損害賠償責任を負わされないよってことで私たち安心して経済活動に励めるじゃないですか。 そういうい役割あるいは機能があるんでですすよこのの原則です、ね、そんなイメージでちょっとねこれはしっかり3つ、ね、根本は意思です指摘自身の原則の意思ねこっから2つ派生するよってことで頭入れといてくださいねじゃあ次今度こちらいきましょう今日随分ね本当にもう1回目ですけどねものすごい大事なこといっぱい喋ってるんですよね ぜひさっきも言いましたけどあのシャーペン鉛筆ですからねどんどんこういうねあの書き留めていってください結構あのこのテキストの私行間行間についてかなりいろいろ喋ってますんでどうしてもねあの活字だけだと限界ありますからねその辺を埋める、ね、ようにできるだけ一生懸命ねその隙間喋ってますんでぜひちょっと頑張ってねあのメモしていってくださいねじゃあ次今度5ページです合格基礎テキスト <laughs>、ね、で今度帯番号4番 試験の講師に関する一般原則ってことでねこれ一般条項一般条項って言いますでこの即知のコメントにもね一応マークしましたこの言葉ちょっと覚えておいてください一般条項って言います一般条項その一つがこの一番審議則ね審議成立の原則これを略して審議則って言いますけどこれも一般条項の一つですこれもちょっとマークして名前覚えておいてくださいね条文が一条二項ですねこれね これよく使いますから。答案でも使いますから。あと、あと、権利内容の禁止。これはマークしなくていいです。こんなのは。ね、読んで字のことして。権利の内容、ね。許さないよ。ダメだよ。ということで。これ一条三項で規定してます。ね。これもやっぱり一般条項です。一般条項。ね。で、特にね、ここはこの審議則をしっかり見ておきます。これ答案でもよく使いますから。で、ちょっと条文お読みになってみてください。ね。審議則。一条二項。権利の 奉仕および義務の履行。履行って皆さんわかりますかね。これ義務の履行、義務を果たすっていうこと。果たす、果たす。履行って。さっきちょっと上でね、ちょっと皆さん債務不履行。これさっきちょっとお話し,しましたけど、これは約束違反ですよ、契約違反ですよって言ったでしょ。やっぱり履行しないんですよ。 債務っていう、これ、一種の義務です。この後見ていきますけど、債務っていう義務を履行しない。果たさない。だから、約束違反、契約違反、そういうこと。ね。この履行って覚えておいてください。果たす。果たすってこと。ね。だから、権利を行使する。あと、逆に、逆ですね。今度反対に、義務を果たす。義務を履行する。これは共に、審議に従い、誠実に行わなければならないと。これをもって、真義族って呼んでいます。 正式名称が「真偽誠実の原則」なんかちょっとあれって感じしませんなんか今皆さんが勉強してるのこれ法律でしょ民法っていう法律なのに誠実ってななんか非常になんか道徳チックな感じですよね法律の中でなんか非常に道徳チックなね誠実とか言われてもなんかちょっと何言ってんのって感じしませんこれでもこれ実はれっきとしたこれ法律上の規定なんですよ1条2項 民法が規定してますんででこちらねで下にいろんな具体化された制度ついての載っけてますけどこれは禁止なくていいですここまで答案で使えませんからねここまでいいというかこの審議則審議・誠実の原則権利の交渉及び義務の履行はね誠実にやんなきゃいけないよこれだけちょっとね頭入れといてください例えばこれどんな場合ですかね例えば権利の行使でいくとこれどんな場合ですか審議に審議って言ってるんですよこれなんか本当これ道徳地区の言葉でしょ 審議に従いい誠実にやらななきゃいけないよ権利の行使例えばね例えば私が皆さんに対してお金を貸したとします、ね、私と皆さん、ね、仲が良くて、ね、ちょっと困ってるなと思ったんでお金を貸してあげたところが残念なことに期限を過ぎてても皆さんが貸してくれない、ね、で私は困って皆さんのところにね申し訳ないけど取り立てに行ったで取り立てに行ったのが夜中の2時だったらどうですか皆さんの自宅まで行った で私がドアをどん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 叩いて「いるんだら起きろよ金返せよ!」これですよ。これはダメでしょ。ねそんなイメージで権利の行使権力行使ね。審議に従い誠実とは言えない。で今のケースってこっちにも当たりますよね。権利の内容にも当たると思います。こちら。ね。じゃあもう一個義務の利行はどう義務の利行これは。これもやっぱり審議に従い誠実に行なきゃいけないようになって 例えばね例えば私がマンション住んでますねで家賃払ってマンション住んでるである日私の部屋のトイレが壊れてねあのレバーひねっても水が出なくなっちゃったそこで大家さんのところに行って「すいませんちょっとトイレね壊れちゃったんですけど直してくれませんか?」まずこれ私請求できるんですよ。ね、これ詳しくはまた「賃貸借」っていうところで勉強しますけどちょっと軽く頭入れといてください。 いわゆる大家さんこれ賃貸人って言いますけど賃貸人には修繕義務っていうのがあるんですよこれもね、また後ろの方であのやります民法で規定があるんですよだから大家さんは直さなきゃいけないんですよ私がトイレ壊れちゃったんで直してくださいって直さなきゃいけないところがなんか忙しかったらしくなかなか見に来てくれないでやっと来てくれたのがやっぱり夜中の2時だったらどうしますか豊川さんドンドンって来て直しに来たよこれはちょっとおかしいでしょそんなイメージです 権利の行使あと及び義務の履行ともに審議に従い誠実に行いなさいよこれが審議則ですね。で、あとちょっと即中ご覧くださいこの審議則もあとねもう一個のであんまり禁止したくていいですが権利やの禁止も共に他の条文や理論で解決できないときにやむを得ずね最終的に使う規定、ね、これ一般条項って言います一般条項ねですしたがって他の条文だとか理論 での解決を考えないでいきなり審議則だとか権利乱用を持ち出して結論を導くことは答案上好ましくないので注意してくださいということでねこれこれね諸刃の剣なんですよこれあんまりこれをね乱用するとね審議則とかねあるいは権利の乱用とかこういうのを乱用するとねなかなかこの例えばトラブルになった時のその事件のトラブルの 解決先が見えなくなくんですよどういうことかというとねこの審議例えば審議則についてお話ししますとねこれ審議則にに反反するるととかしししないっていうのは非常に漠然としているでしょうこれは例えば裁判に持ち込んだとしてもねこれある裁判官はねこういうふうに考えるのが審議則に反するとか考えたかもしれないけど別の裁判官になったら反しないというふうに言うかもしれない。 このの審議則っていうのは、ね、非常にこれね皆さん何んとなくイメージわかるかもしれませんけど漠然としてるんですよ。何が審議則にかなうの逆に何が審議則に反するの、ね、なかなか事件の先が読めないんですよそうすると、ね、例えば私たちが裁判を起こす時にね当然弁護士に相談するでしょう。そうすると弁護士は、ね 当然過去の判例とか調べて「いやこの事案だったら裁判を持ち込めば勝てますよ」とか「いやこれはちょっとやめた方がいいですよ勝てないですよ最高裁で否決されてますから」とかねそういうアドバイスをするんですよ要するにねところがこの審議則を対応するとね乱用すると何が審議則にかなうのかあるいは逆に反するのか分かんないじゃないですか。 裁判官によって結論がまちまちになる可能性が極めて高いんですよ。非常に漠然としてますからね。そうすると事件の先が読めない。そうすると裁判を起こそうか起こすか起こす起こす前か二の足を踏んでしまうんですよ。要するにこれをもってね予見できない事件の先が予見できなくてね結局裁判を起こすかどうかね二の足を踏んでしまうこういうことになりかねないんですよ。だからこういう一般条項っていうのはね。 できるだけ最終手段にしなさいっていうのがこれ実は昔から言われてることなんですよ。それをこのコメント欄に載っけました。ね、だから他の条文だとか、あるいはね、いろんな理論がこの後、公家機民法の中でも出てきます、ね。信頼関係破壊の理論だとか、いろんなね、あの裁判所だと、最高裁だとか、あるいは学者がね、あの考案したいろんな理論で解決できるところはその理論とか条文を使ってほしいんですよ。これだと事件の先が読めますから、裁判を起こす前からね、 ここのの事事案案だだっったたらら勝てるるよよ負けそれが読めるんですよ他の条文だとかいろんなね学者だとか最高裁が立てた理論とか使えば先が読めるだけど一般条項だと分かんないんですよ勝てるかもしんないし負けるかもしんないねなんて弁護士に言われたら皆さん裁判を起こしますか二の足踏むでしょこれは困るんですよそういうこと、ね、だからこの一般条項くれぐれも乱用しないように、ね、ちょっと軽く頭入れといてください ね、またそれぞれの論点の時にお話してきますね。あと権利の乱用についてはねこれもあんまり使えませんので禁止なくていいです結構ねちょっと裏のページ見ていただきたいんですけどいろいろ上がっていますこんな形でね。これ昔あった事案なんですよ実際にね。ただこれ事案古いですね確か対象ですかね大正時代のね、この実際裁判でね争われた事案だったんですけどまあこれ結構面白いですよね。これ試験離れてみると面白いんですけどただね これ実際試験でこうこういうのはねほとんど問われません、ね、よろしいでしょうかで次最後ですねちょっとこれここまでやっちゃいましょうね、えー、と合格基礎テキスト六ページで帯番号五番民法の解釈方法を見てくださいこれもねあの大学の法学部とか入ると一番最初のねさっきも言いましたけどいわゆる法学ね法学っていうところでやるんですよこういう法学っていう科目なんかでね一番最初にね勉強するような内容なんですけどこれも結構面白いんですよ でいきますよ民法、ねまあ法律ですけどこれの解釈方法についてはいろんな種類があるよ一応ね他にもいっぱいあるんだけど一応ここでは3種類直接適用反対解釈類推適用っていうのをちょっとねイメージを押さえてください3つだけでいいから、ね、他に地図言うと他にもっといろいろあるんですけどね一応鑑定書の民法でこの3つ、ね、これ使う場合が使えますから、ね、使う場合があるといか使えますからこの3つのね使い分けはちょっと覚えてほしいんですよ でいきますよ。下から2行目ね。6ページ。例えば、例えば、ある職場に犬を連れてきてはいけないという決まり、ルールがあったとすると。ね、これはある意味、その職場においては法律みたいなもんでしょ。だから条文と思ってください。で、条文みたいなもんだなって見えて、このあと見てってほしいんですよ。犬を連れてきちゃいけないよ。いいですね。まあ、法律みたいなもんですよ、これ、ね。で、ちょっと右のページ行って。で、3つ。ね。この解釈方法。 でまず原則が直接適用ですこれは条文を、ね、そのまんまその事案に当てはめますだからこれ犬を連れてきてはいけないそのまんま当てはめますこれを名前の通り直接適用っていいますこれが原則です法解釈の原則と思ってくださいだから犬を連れてきたらルール違反だよルール違反だよこれルールそのまま適用しますいいですねでその逆が 反対解釈です。どうでしょう。猫。猫は犬と違うから。猫を連れてくることはルール違反じゃないよね。これも一つ成り立ち言うでしょう。ね、まあ詭弁だって言うかもしれないけど。でもこれも。だって。犬って言ってんだから。猫は犬じゃない。だったらいいじゃん。これも一つのね、解釈です。これを反対解釈って言います。反対解釈。ね、ルールの表現の反対はオッケーでしょ。許されるって考えます。 これ使う場合がありますからねあこういうの反対解釈って言うんだな、ね、これはこれで押さえてください、ね、であと3つ目これが実は一番説得力あるんですよ、ね、この事案犬を連れてきちゃいけないよっていう職場にこういうルールがあった場合にこれ直接用ね。犬を連れてきたらダメだね逆に反対解釈猫はいいよね,ねなんかちょっと奇弁奇弁ですよねで一番説得力があるなこれが類推適用って言われてますでどんなふうに考えるか これしっかり押さえてください。これこの後ね、使いますから。そののの職場ルルールの趣旨あるるいは目的に遡るんで、すよでどんなね、この犬を連れてきてはいけないってこの職場のルール、これどんな趣旨目的で定められているのかというと、落ち着いた職場環境の確保が趣旨目的だとします。で、そうだとするならば、 犬だけでなく猫を連れてくることもやっぱりこの趣旨目的に反することになるから猫を連れてくることはルール違反だと考えます。これが類推適経です。これ一番説得力でしょさっきの反対解釈これなんかやっぱ奇弁ですよ。奇弁ですよ。確かにこういう考え方も成り立ちうるけどもね、やっぱりあまり説得力がないでしょここはこの類推適経で考えるのが一番説得的ですよね。 でこの類推適用は上記丸1直接適用によるならばルールを適用することはできないかだっていいのとに違いますから、ね、そのルールの趣旨目的に遡ってその規定の射程範囲を考えるんですよでその射程範囲に含まれるここで、ね、類似事項です類似事項についてはそのルールが適用されるって考えるこれが類推適用です類推適用 だから単にこういう規定のねこういう文言っていいますけどねさっきも言いましたねこういうね、まあ、条文で定めている言葉を文言っていいますこういう文言のね文言にとらわれるんじゃなくてでこのそ,そもそも、ね、そもそもこういうルールを定めた趣旨は何なの目的は何なのそこまで遡るんですよ。遡るんですよと、その趣旨目的は落ち着いた職場関係の確保にある。よっていうんであれば、 やっぱり犬だけじゃなくて猫連れてくることもやっぱりおかしいでしょ、ね、これが一番説得的ですね。説得的です。ね、これです、ね。この類推的を、ね、この後、ね、あとねいくつかの論点で使えますからぜひ、ね、ここでちょっとイメージだけ押さえておいてください。イメージだけでいいです。ね、具体的にその類推的の仕方についてはまたその論点で、ね、具体的に見ていきますから。一応まあ今度こですね。一応今回1回目ということでねずいぶん私の方でもね 大事なことをポン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 喋ってますけどちゃんとメモ取ってくださいねメモ取ってであとそれまた覚えるんじゃなくてしっかりね読み返してねあこうやって考えるんだな、ね、そういう何て言うんですかね考え方の確認をしっかりやってってくださいとにかく民法は理解です、ねいきなりね、あのさ冒頭でも申しましたけどいきなり暗記に走ると失敗しますからまずとにかく理解するなんでだろうどうしてだろうあこうだからかな、ね、ああいう理由かなって ご自分で考える、こういう癖をつけてみてください。それが一番の民法のね、攻略方法です。ね、よろしいでしょうか。ね、じゃあ以上で第一回目終わります。お疲れ様でした。